風通り始めたいと思います。聞こえますか？これ聞こえてますか？私にあんまり聞こえないんですけど、小さい、ちょっと聞こえない。あ、後ろの方聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫、はい。では、3時になりました。これから1時間45分、課題別進歩、加害者が和解を語れるのか、被害者を望む解決を目指して、シンポジウムを始めたいと思います。今日、ここ司会を務めさせていただきます、渡辺と申します。どうぞよろしくお願いします。この課題別進歩は、日本軍の慰安婦にされた女性たちの支援運動をずっと続けてきたメンバー、戦時性暴力問題連絡協議会が主催しています。このような、慰安婦問題で、一つシンポジウム、課題別進歩をやろうという、相談をして、このような加害者が和解を語れるのかというふうな、タイトルにした、背景として、ここにいらっしゃる多くの皆さん、そして、ここでいらっしゃる多くの活動家の皆さんも、被害者が望む解決を、そして被害者の尊厳が回復されるような形でどうにか、解決まで導きたいと思って20年以上、活動を続けていらっしゃった方々が多いと思います。その私たちの前に、ある障害として、もちろん今ある安倍政権、安倍政権およびそのお友達の周りのお友達たち、歴史修正主義者の人たちとその認識というのは非常に大きな障害である。それとともにですね、最近、昨今、一つ私たちの懸念の、障害というか、大きな壁になってきているのではないかと思われることの一つに、和解というものがあります。和解という言葉で、和解のためには被害者側も相手方も歩み寄らなくてはならない。そのような和解のためには、ある意味で言い換えれば、ある意味どうもしろとか今日しろとでも言っているのだろうかと思うような、空気が、出てきています。それを、和解への圧力、あるいは和解という暴力というような形で語られている、ことももちろん今出ていらしています。そういう中で、私たちはこの、進歩で、加害者というのが一体和解という言葉を発語して語れるのかという問いを立ててディスカッションをすることにしました。とりわけ、今日ここにいらっしゃる皆さん、期待をしているのは多分、パクヨハさんの帝国の慰安婦批判というものに、期待をされている方も多いと思います。2007年に、和解のためにという本を出した時から、やはり和解という言葉が慰安婦問題の中に多く入ってくるようになりました。どこか違和感があるけれども、それにどうやって反応していいのかわからないという、運動関係者の中からの声も多く寄せられてきていました。そういう意味で今日はその始まりの一つとして、ヤン・チンジャさんに、パクユアの帝国の慰安婦という、次に出されたその書籍を批判していただき、その後、鵜飼聡さん、一橋大学教員の鵜飼聡さんに、その和解という言葉が、このタイトルには、もともとのタイトルにはヨーロッパにおける和解となっていたんですが、資料にありますように、この和解、一つの言葉の歴史として、和解という言葉がどのように語られてきたかを、分析していただいて、その後、加害国のドイツの経験からとなっていますが、実際には、歌さんの、タイトルはドイツ国防軍の売春宿、女性についてはほとんど誰も問わなかったという、タイトルで、準備をしていただいています。順番に、3名の方に、発題を していただきます。でその間に、もし皆様の中で質問が出てきたら、オレンジのつけている方に、声をかけて、手を挙げたりし声をかけていただいて、質問用紙として、回収したいと思います。1ラウンドが終わった後で、その質問も、考慮しながら、進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ではまずはじめに、ヤンチンジャさん、今も書いてるような様子ですけれども、まずトップバッターで、お願いしたいと思います。日本軍慰安婦問題解決全国行動共同代表、ヤンチンジャさんです。よろしくお願いします。皆さんにお配りしてある、課題別進歩の
資料の中のレジュメに沿ってお話を聞いていただきたいと思います。レジュメは出したんですけれども、短い時間の中で報告をしなくてはいけないので、この話を、皆さんにどうすればうまく伝わるだろうかと急に書き始めまして、まだ今も本当に書いている状態で、これを読みながら進めていきたいと思います。パキュアさんの帝国の慰安婦という本については、多角的で総合的な批判を加える必要があると私は思っています。しかし本日は時間的な制約もあり、また私自身の能力の限界もあって、被害者支援を行ってきた立場からこの本の被害者認識というものに絞ってお話をしたいと思っています。そのため慰安婦問題の責任の所在、つまりこの本では業者の責任というのを非常に重く見ているんですが、それについてどのように考えるのかとか、あるいはまた植民地支配の問題についてどう考えるのかといった、この本の中のまた別の非常に重要な問題については全く触れることができません。それらの問題についてはレジュメの最初の1番目の項目に参考になるサイトですとかを挙げておきました。また近日発売の、これ今持ってこい宣伝しろと言われたんですが、ファイト・フォー・ジャスティスから出るブックレットの3、朝鮮人慰安婦と植民地支配責任というのを読んでいただけたらと思います。この出版記念シンポジウムが10月4日にありますので、こちらにも来ていただくとより深みが出てくると思います。うまい、はい、そして、私がこれらのサイトなどを見て非常に参考になる共感した部分についてはレジュメにも抜き書きしておきましたので、後でお読みいただけたらと思います。では早速その1を飛ばしてレジュメの2の方に行きたいと思います。パキュアさんの帝国の慰安婦についてはこの本の内容もさることながら、これが日本で発売されて以来、いわゆるリベラル派のメディアや知識人に称賛されているということに私は大変危惧を感じています。その論調を見ますと、一つにはこの本が慰安婦にされた女性たち一人一人のさまざまな異なった声に耳を傾けているということが評価されているようです。もう一つは自国である韓国のナショナリズムに公平に向き合った孤独な仕事であると、これが感動を与えているというふうに、思われます。でまず1番、つまり、パギュアさんが被害者の声に耳を傾けているという評価に関わる帝国の慰安婦の中の記述を具体的に見てみたいと思います。例えばこの引用文も全部は読みませんので、また後で読んでいただけたらと思うんですが、慰安所が一様でないように、慰安婦になるまでの女性たちをめぐる状況も決して一様ではないですとか、また次は下線部だけ読みますが、被害者としての記憶以外を隠蔽するのは慰安婦の全人格を受け入れないことになる、それは慰安婦たちから自らの記憶の主人になる権利を奪うことである、他者が望む記憶だけを持たせればそれはある意味従属を強いることになる。すごくいいこと言ってると思います。私はこのような考え方には全面的に同意できます。私自身もそうですし、被害者支援をしてきた人たちは皆こう思ってきたと思うんです。低体協も含めて各国の支援団体、また今も台湾や中国やフィリピンなどに足しげく通いながら被害者支援をしている人たちが日本にもたくさんいます。この人たちは皆こういう気持ちで被害者たちに接してきました。都合の良い記憶だけを被害者に語らせようとしたことは一度もありませんし、聞いたことの裏付けを取る作業もしながらありのままに世に問うてきたつもりです。しかし私たち支援団体が精魂込めて出してきたそれらの記録は残念ながらあまり読まれません。萩原さんの本を高く評価する人たちも私たちが出してきたものについては読んでくれていないというのが現実です。私はこのような萩原さんの記述に対しては同意しながらも、その次の展開には全く同意できません。次の引用文です。レジュメの次の引用にあるように、萩原さんはその声が支援者たちには無視されたと言っています。また
イランたちは経験を淡々と話してきたのに、それを聞く者たちがそれぞれ聞きたいことを選び取ってきた。イランたちの記憶を取捨選択してきたと言っています。そしてさらに、朝鮮人慰安婦と日本兵士との関係が構造的には同じ日本人としての労使的関係だったという、彼女たち、これは彼女たちじゃない、慰安婦被害者ですが、彼女たちには大切だったはずのその記憶は彼女たち自身によって全部捨てられるようになる。その理由は、それを持っていると問題になるかもしれないからだと。その記憶を隠蔽しようとしたのはまずは当事者たち自身だったと言い、そのような記憶を無化させ忘却させるのは暴力的なことだと言います。そして慰安婦をめぐる韓国における集団記憶を形成し固めてきたのは、韓国の支援団体、韓国低身体問題対策協議会、低代表であるというふうに、断定しています。まあ、ここで朝鮮人慰安婦と日本兵士の関係が同時的関係だったという、彼女たちにとっては大切だったはずの記憶という、この前提の部分を外して、被害者自身が語らなくなった記憶があるということについては、私も確かにそう思います。その原因が社会の抑圧であったということも私自身思ってきたことでもあります。無理解な社会の空気の中で、一部の被害者は語りの中身を一部変えるということがこの間にありました。しかしそれを一番悲しみ、あなたの体験はありのままに語っていいことなのだと身近で語りかけてきたのは支援団体の人たちでした。私は支援団体が自分たちの都合の良いように記憶を取捨選択してきたというパクさんの指摘には全く同意できません。萩原さんはこの本の中で、朝鮮人慰安婦は占領地の被害者たちとは違って帝国の慰安婦として日本兵と同志的関係を結んできたのだということを主張するために、小説を用いたり、また千田加工さんの本を引用しています。そしてその他にある本からたくさんの引用をしています。それがこちらにある、強制的に連れてこられて行かれた朝鮮人軍慰安婦たちという本です。これは今日なんか重いのにこんな持ってくる必要もないのに6冊全部出てるの、私は全部持ってきました。で、まあ、実際には6冊出てるんですが、萩原さんの引用文献を見ると、この中の5まで、1から5までを使って、1から5までから引用をしているようです。実際には4からはほとんど引用ないんですけど、私たぶんやってないんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、多分 1,2,3,5 あたりからたくさんの引用をしています。で、まあ、これは低体教と、実は低体教と低身体研究所が編纂して出版したものです。低体教は萩原さんが引用しているような事柄も含めて、被害者の証言を6冊にわたって丁寧に聞き取ってありのままに伝えようとしています。だからこそ萩原さんはこの証言集の中から、慰安婦の中には日本兵恋愛感情を持った人がいたとか、軍人と平和なひとときを過ごすこともあったとか、そういう部分を取り出して紹介することができたわけです。帝国の慰安婦の表紙、こちらが帝国の慰安婦ですけれども、日本で発売された、この表紙のここの部分なんていうのか分かりませんが、こう開くと、この表紙の裏側のこのところに書いてある文言、これは、元慰安婦たちの証言を丹念に拾いというふうに書いてあります。つまりこの証言集、帝大教が精魂込めて作ったこの6冊の中から、丁寧に自分の都合に合った部分を拾い出したのが萩原さんということです。これは萩原さん自身の言葉を借りれば、まさに被害者の証言を取捨選択したのであり、これこそが暴力的であると私は思います。私が彼女のこの本が暴力的だと思うのは、拾った証言に対する読み方の問題も含めてのことです。パクさんは文学者ゆえかと思いますが、文学作品を読んで評論するかのようにこの証言集を読み解こうとしているように見えます。
しかし文学者としてはあまりにも想像力が欠如しているのではないかとも思います。孤独と言うべき恣意的な引用もありますが、まあ、この本の中の誤りについては冒頭でご紹介した参考サイトの中でも野川元和さんのブログなどがいくつか具体的な指摘をされていますので、それもまたご参照ください。私もここで一つ気になった記述を例として挙げておきたいと思います。日本でも出版をされたアニメ、少女の物語というアニメがあります。でこれは韓国のチョン・ソウンさんという方の肉声を用いて 3D アニメで展開していくという作品です。でこれについてパギュアさんは韓国語版の129ページ日本語版の151ページでチョン・ソウンさんが自分から言ったと証言では語っているのに、その音声が言葉がアニメの中では消えているというふうに指摘しています。これは、まあ、実際には消えていなくて、オリジナルのアニメを見ますと、クレガジゴネガチャチョムヘソカギラという、まあ、意味はそれで私が自分から行くと言って言ったんだよという証言の内容が字幕付きできちんと出てきます。日本語字幕の方は行くって言ってしまったんだよというふうに簡略化されていますが、これはにあの外国語を字幕にするときに簡略化するというのは当然なことです。でしかしここで自発性の証拠のように言われているこの証言というのは、その経緯を見れば真鍮の食器を提出するように言われて抵抗した父親が捕まって娘であるチョンさんに工場に働きに行けばその日のうちにお父さんを釈放してあげるというので、あのチョンさんがそれを信じて自分からチャチョンへそ、まあ、自分から行くと言ってしまったんだよという話なんですね。で私はこれを自発的に言ったと読み取る感覚が全く理解できません。また本人たちの自発性があったか否かによって被害に違いが出るとか日本軍慰安婦問題の本質が変わってくるというようなことは一切ないと思います。そういうふうに考えている、つまり本人たちに自発性があったのだということが証明できれば、何か違うと思っているパギュアさんのような考え方、そのような思想が無言の圧力として被害者たちに働いて被害者たちが、証言できなくなったというのが事実だと思います。私たちがこの間に知った事実は、国家が女性の性を戦争遂行のための道具として利用するという重大な人権侵害を行ったというのが慰安婦問題の本質ですから、仮に当事者が自分で決めていたとしても、またたとえ慰安婦にされることを分かった上で言ったとしても、国はその女性に対しても全く等しく責任を負わなければならない。これが四半世紀にわたって運動してきた私たちが見出した慰安婦問題の本質であり真実です。で、まあ、パギュアさんは、この本の中で全体を通して国家の責任を免責することを意図していますので、このようなことを言っても全く聞き入れられないとは思います。しかし父親を釈放されると聞いて自分から行くと言ったという証言を自発性を表す証言だとして、その自発性を指摘することがあたかも重要であるかのように振る舞うパクさんのような思想、そのような被害者に対する視線が被害者たちの真実の声を殺してきたということははっきりと言っておきたいと思います。さてこのアニメに関する記述では以下の部分が韓国の裁判でも削除されるべきだという決定が出た部分です。レジュメご覧ください。アゲンはこれ最初は韓国語版ですが、アゲンは一日一日の痛みを忘れるための手段だったろう。しかし証言によるとほとんどは主人や商人を通した直接使用だった。軍人と一緒に使用した場合はむしろ楽しむためのものであったと見なければならない。私自身初めて韓国語版を読んだ時に驚愕した表現の一つです。このような表現がされているのを知ってナヌンの家のハイモニたちが提訴という手段に訴えたのも無理のないことだと思いました。日本語版でもこの記述は生かされていて、アゲンは体の痛みを和らげる一方で時には性的快楽を媒介するために使われていたと書かれています。パクさんがこのように見る根拠として、
帝大教が編纂した証言集の中から2つの記述が、その論拠として示されているので、その2つの記述を訳出しました。今日はレジュメに引用した部分を読む時間がなくて本当に申し訳ないのですが、後で読んでいただけたらと思います。この2つの証言の中から、アヘンは軍人と一緒に使用した場合には楽しむためのものだった、あるいは性的快楽を媒介するために使われていたという記述の根拠になっているのは、火星を引いた部分、軍人たちがこっそり撃ってくれたんだけど、一緒にアヘンを撃ってあれをやるとすごくいいって言いながら、女にも撃って自分たちにも撃ってそうしたんですという、この部分だけだと思います。これは明らかに軍人の視点です。軍人が何を言いながら慰安婦女性にアヘンを撃っていたのかというのを語っている証言なんです。これを慰安婦にされた女性たちが一緒に楽しむためにアヘンを撃っていたと読むのは、慰安所というものをあまりにも牧歌的に捉える精神から出るものだと思います。直接被害者の証言を聞いたことがないからということだけが原因だとは思いませんが、被害者の証言を、それを語る時の苦渋に満ちた表情まで含めて聞き取ってきた私たちからすれば、驚くべき解釈というほかありません。他にも慰安婦たちが運動会を楽しんだとか、恋愛が過酷な生活の中にもあったということを、この証言集、帝大教の証言集の中からたくさん引用をしています、また軍人を支えることで愛国的行為につながる慰安婦という存在は、初めて自分の居場所を日向に作ってもらえたことでもあったはずだというような、見方もしています。これらは私たちが被害者に寄り添って、その言動の意味を探るために費やしてきた多くの時間を嘲笑うかのような切迫な分析です。文学者としてもあまりに拙い想像力の持ち主であることを同定していると思います。ここで私自身が支援をしてきた孫新斗さんの例を挙げたいと思います。孫さんと初めて会った日、孫さんは初めて孫さんを襲った軍人の話を聞いても話をはぐらかせて言ってくれませんでした。そして女は男が早く用を済ますようにちゃんと自分の頭で考えて自分で自分の体を守らなければならないんだといったことを言いました。非常に驚きました。中国で慰安婦をさせられた7年間の経験の中で、前半3年のことはなかなか語ろうとせず、後半4年間のことになると、自分がいかに自分で自分の体を守ったかを誇らしげに語りました。私たちは孫さんの裁判を支援をする過程で、孫さんが私たちを疑ったり試したりしてくることに傷つきながら、孫さんの言葉の意味を絶えず分析し続けました。しかしいくら考えても結局は理解できないことが多く残りました。そのような悩みの中で出会った本が、レジュメに掲げたジュリ・サーマンの心的外傷と回復という本でした。この本の中でハーマンは、長期にわたって加害者に監禁されるといった被害を被った人が示す長期反復性の外傷については、現行の PTSD の診断基準では対応できないと主張していました。そしてそのような被害による後遺症を抱える人に対しては、複雑性 PTSD という新たな診断基準を設けるべきだと言っていました。ハーマンが提唱する複雑性 PTSD の診断基準を出しておきましたけれども、これを読んだとき、私はそれまで PTSD に関するいかなる本を読んでも孫さんの被害について理解ができなかった、孫さんが示すさまざまなシグナルの意味がやっと分かった気がしました。ここでは多くを語る時間はありませんが、消毒薬を飲んで自殺した女や軍人と心中した女の話をしながら、死ぬのだけは嫌だったという孫さんは、戦場の慰安所を生き抜くために嫌だと思う気持ちの方を殺したんです。だから当初の3年間、特に最初の強姦については未だに思い出すことができず、一度も語ったことがありません。記憶に蓋をしてあの慰安所を生き抜いたんです。これもこのハーマンの複雑性 PTSD の診断基準にまさに書いてあることでした。それは騙されて連れて行かれた当初、孫さんも自ら命を絶った女たちと同様に慰安婦を強要されることを死ぬほど嫌だと思った
ことを、示しています。でも孫さんは肉体の命の方を選んだ。そのことによって殺さなければならなかった気持ちと記憶がその後の孫さんの人格に影響を及ぼしたのです。診断基準の5番目に加害者との関係への没頭というのがあります。長期間にわたって監禁された被害者は加害者を通してしか外の世界を知ることができず、次第に加害者を通して世界を認識していくようになるということです。日本の軍人に誘われて日本に来て着いた途端に捨てられた孫さんが走る汽車から身を投げて戦場で自らの精神まで殺してまでも守ってきた命を捨てようとしたという話も私はこの本を読むまでは理解ができませんでした。しかし加害者である唯一の世界との窓口となっていた軍人に捨てられた時、孫さんがどう生きていけばいいのかわからないくらいわからなくなって身を投げたんだということがやっとわかりました。それほどまでに加害者に従属するということが長期にわたる被害者の示す、心の傷なのです。私は孫さん同様被害者たちの証言の中から何としてでもあの状況を生き抜こうとした女性たちの姿を読み取ります。最近私が直接証言を聞いた方の中にこんな方がいました。彼女は未だに自らの体験を言葉ではなかなか言うことのできない方ですが、彼女のいた慰安所は部屋が3つ、そこに慰安婦が4人いたということでした。平日は3人が働くが週末になると4人がフル回転する。部屋が3つしかないのにどういうふうにと聞くと、だから全部見えるんだよと苦しそうに顔を歪めました。つまり一番若かった彼女がいつも2人部屋を割り当てられて、そこには仕切りも何もない、隣でもう一人の慰安婦が軍人の相手をしている、そういう環境に置かれていたということを彼女が話してくれるまでに本当にたくさんの時間がかかりました。その彼女が唯一楽しそうに語ったのは、正月に舞台の中で餅つきがあり、その日は舞台の中に入ってお餅を食べたという話でした。そのお餅がこの世のものとは思えないくらい美味しかったと。パミワさんもこの本の中でルル引用しているように、そのような証言はたくさんあります。でも私はその楽しい思い出の背後にある地獄のような日々を思います。そのような証言を見るたびに、そのような証言の背景にあるもの、数年間いた慰安所の中でたった一回正月に食べたお餅が美味しかったと本当に顔を相当崩して笑顔で話す彼女の笑顔を本当に悲しい思いで、見ることになります。パクさんはこの本の中で占領地の慰安婦被害者と朝鮮人慰安婦は違うと言っています。確かに違いは存在します。その違いの一つは、両者とも心に深い傷を負ったことは同じでありながらも、朝鮮人慰安婦の中には長期にわたって慰安所に囚われていた人が多くいて、その長期にわたって囚われていた女性たちが示す後遺症は非常に複雑だということなんです。その複雑さを読むスキルがない、感覚がない、良心がないです。で、このような複雑な心的な障害について理解するためには、通常の経験しかしたことのないものには、通常ならば人間が経験しないような強烈なレベルの違う経験をした人が後々まで示す後遺症について到底理解することはできないのだということを理解する必要があります。このことについて私は2007年、まあ今から10年ほど前ですけれども、俺の心は負けてないという本に書きました。今日後ろに持ってきてますが、これもちっとも読んでもらえない本なんですけれども、この本の中で国家による重大人権侵害の被害者が抱える闇は、通常の体験しかしたことのないものには到底知り得ないものであることを知った。これ私たちの運動がですね、私たちの運動は知り得ないということを知ることから始まった。到底知り得ないその闇の深さを認識しつつ、知ろうとする努力を怠らないこと、孫さんの意思を尊重し、
孫さんを運動に利用することを自らにも他者にも決して許さないことを固く心に決めて臨んできたというふうにもう10年前に書いています。せめてこういうものをちゃんと読んで書いてほしいと思ってるんですが、で、まあ、ちょっとレジュメの方には、ここに62から63ページと書いてありますけれども、その後の139ページというのは実はその下の帝国の慰安婦の方です。ちょっとおかしくなってしまいましたが、ここで翻って帝国の慰安婦の中の次のような記述を最後に紹介しておきたいと思います。センスパクさんはこのように言っています。戦争に動員された全ての人々の悲劇の中に慰安婦の悲惨さを位置づけてこそ、生までをも動員してしまう国家の機械さが浮き彫りになる。これを読んだ時に、ああそうなんだと思いました。私たちはあまりにも普通の人たちとは違う言動、違う反応を示す被害者の傍らで、なぜなんだ、なぜなんだとそれを追求し続けて、ああ普通の経験したしかしたことのない私たちには分からないんだと、あまりにも特殊な体験だったからなのだと、もう四半世紀かけてやっと気づいてきたわけですけれども、パクさんは、全ての人々の悲劇の中に位置づけるという発想だから、そこが全く違うのだということが分かりました。それでこそ慰安婦問題が見えてくるとまで言っています。しかしそれはパクさんの独りよがりだと私は思います。そういう感覚では慰安婦問題、慰安婦にされた女性たちが負った被害は見えてきません。最後に帝大教をはじめとする運動が被害者の記憶を抑圧し、被害者を運動に利用して、それが慰安婦問題の解決を難しくしているという見方が、今日本の中でとりわけこの問題を解決したいと願っているようなリベラル派の人たちの中で広まっているように見えます。本日のこのシンポジウムのタイトルが示しているのも、そのような動きに対して異議を唱えるという趣旨です。被害者側は妥協して、被害者側も妥協して歩み寄ってこそ和解が可能だといった論調に、萩原さんの本はお墨付きを与える効果、役割をしていると思います。しかしそのような考え方ではこの問題を解決することはできません。最後、レジュメの最後に、被害者が望む解決策を日本政府が示すことでしか慰安婦問題は解決することができないという意味で、昨年6月に8カ国の被害者と支援団体が集まって作成し、日本政府に提出した提言を掲げておきましたので、ご参照いただけたらと思います。以上です。何と言っていいのか、まあ、続いていきましょう。今の、まあ、話の中でも、鵜飼さん、和解という言葉についてということでお願いをしていますが、もしよかったら少し初めに応答をしつつお願いできればと思います。はい、岩井俊子さんの今のお話の後に続けて、させていただくのは大変難しいことで、私自身はこの慰安婦問題の解決に向けたプログラムに、岩井さんと同じような距離で、まあ、関わってきた、ものではあります。昨年はちょっと海外の方にいまして、今年の3月まで留守にしていたということもあります。で、昨年パリに滞在していた間に、韓国の帝大教の方と、ヤン・チンジャさん、そして、歴史家の、林博文さんが、お見えになって、関係するフランスの外務省等々との交渉がありまして、私も一度その通訳でご一緒させていただいたことがあります。パリにも在住の韓国人、日本人の間でこの問題の前進解決に向けて協力していこうという動きがその時に出てきました。
で1人、カルモニの方がおいでになったんですけれども、比較的若いフランスの外務省の、女性が多かったと思いますが、担当の方たちがですね、本当にもう80代半ばを過ぎた、老齢のアジア人の女性がこのことを訴えるためにここに来てるんだというその事実の前ですね、言葉をなくして呆然としていた姿が本当にまで焼き付いている。で、私は今日これからお話しさせていただくことは少し、距離をですね、遠近法で少し、遠い距離から、それではこの和解という言葉が、実際に、これまでとりわけ政治的な文脈でどのように使われてきたかということについて、簡単なご報告させていただくという形で、今日のこの場に、ささやかながら、貢献できればというふうに、考えております。で、レジュメの方をご覧いただきたいんですけれども、今から3年前ですね、ちょうど3年前です。東アジアにおける歴史的和解についての国際青年フォーラムという催しが、韓国のソウルのインターナショナルユースホステルというところで行われました。主催は韓国のユネスコ、だったんですね。で、ここには、青年国際青年フォーラムというふうに銘打ってありますように、アジアを中心として世界各国から、青年学生の方たちが参加していて、その方たちの前で、何人かのスピーカーが発表するという、そういう場だったわけです。で、3年前の8月というと、ご記憶、されていると思いますが、当時のイ・ミョンバク韓国大統領が、トクトに訪問した直後の時期に当たっていました。で、日本からは、作家のスキョンシクさんと、私が、参加するという形で、行われたわけですけれども、その15カ国というのは、カップの中にあるような国です。韓国、日本、中国、台湾、フィリピン、ベトナム、インド、パキスタン、イラン、ウズベキスタン、オーストラリア、さらに、パレスチナ、セルビア、そして、ドイツ、アメリカ、からも参加しているということで、アジアの外からもですね、参加者がいる中で行われたわけですけれども、この歴史的和解という言葉が非常にここでは私はこのタイトルで重要だと思ったわけですね。私自身の発表については今日は、お話ししませんが、基本的なアイデアは、今その2012年になって歴史的和解ということが論じられるということは、これまで和解の名のもとに行われてきたものは歴史的和解ではなかった。あえて言えばこれは政治的和解だと、政治的和解と歴史的和解という区別の上に私の論を立てたわけです。で、その報告集は、こういう形で まとめられているんですけれども、ドイツからも、報告者の方が来られて、ファルク・ティンゲルさんという方だったんですけれども、この方はドイツと、ポーランド、交通教科書の作成に、関わってらっしゃる、方でですね、ここでの出会いのあと何回かメールで、その後やり取りを、しました。で、そこで、私が、気づいたことはですね、これは昨年のように、例えば戦時制奴隷制の問題で、フランスのような国で、働きかけを行うときに、気が付くことこういうことなんですね。つまり戦時性暴力、女性に対する暴力という切り口で、話をするときには非常に、共感が得やすい。ところがもう一つ、つまりその戦争責任の問題として、問題を立てようとすると障害がある。それは何かというと、
第二次世界戦争の記憶というものが、いわばその世界化される度合いがまちまちだということですね。でヨーロッパ戦線とアジア太平洋戦線の間の記憶の世界化が極めて不均等で、ヨーロッパの人たちは日本と実際に長期にわたって戦争状態にあったイギリス、オランダ、まああえてオーストラリアも含めて、こうした国とその他の国ではこの点についての一般の認識が歴然として違います。これは当然日本政府のような立場で、運動している人たちからすれば、まさにここに要するにつけ込む隙があるんですね、国際的に。でここがまあ大変まあ重要な問題で、これは専門の研究者の間でも必ずしも共有されてないということに、まあこの時に気づいたんです。でそれは同時に冷戦という時代がどういう時代だったかということの認識に直結するわけです、つまり第二次世界戦争の、の直後からどのようにして冷戦秩序が形成されたかということについて、まあ、ヨーロッパと、東アジアとでは極めて大きな違いです。レジュメのその次を見ていただくと、まあ、ヨーロッパ の場合ですと、まあ、今日は本当に図式的になってますけれども、ドイツとフランスの間の和解と呼ばれるものは50年代にあるわけですね。でそして先ほどお話がありましたように、ドイツによる戦後賠償というものが何段階かに分けて、それをまた大変困難なプロセスを経て行われていくということがあります。そして1970年、これ大変重要なポイントだと思うんですけれども、当時のビリー・ブラント、首相が、ポーランドに行くわけですね。でここで要するに、まあ、記念日の前でひざまずく、記憶に大変新しいんですけれども、その、ことですけれども、まあ鳩山さんその真似をされたんですで私はこのブラント東方会議って徹底的に重要だというのは、この行為はまさに冷戦の枠を破ろうとしたですね。その後私は、まあ、ここに力点を置いて私の発表したわけ。それに対して日本の場合は先ほど、宇都宮さんからやはりお話がありましたように、サンフランシスコ講和条約というのはこれは片面講和、全面講和ではなくて片面講和で、そしてそれと一体のものとしてまさに吉田茂が一人で署名した要するに日米安保条約というものがあって、現在までその区引きのもとに、この地域は置かれている。そしてその枠組みの中で65年に日韓条約が締結されて、さらに70年代に入ると日中平和条約ということになる。それが90年代、80年代を経てアジア諸国の民主化以降、この枠組み自体が取り直されてるわけですね。でここが要するに、まあヨーロッパで、とりわけヨーロッパで、戦争責任の問題が考えられる時と、東アジアでこの問題を立てる時との、まあ最初にいわばぶつかる、まあ、要するに壁ですね。ここで、まあ、意見が合わない。でブラントのポーランド訪問の画期的重要性についての認識は、ピンゲルさんと私は共有していながらもですね、冷戦期の西側同盟形成において和解の政治がどのように働いたかということについて、そして現在の日韓関係については意見が合わないという結果になった。でピンゲルさんは非常に誠実な方で、良心的な、ドイツの、まあ、私より少し年配の方でしたけれども、共通歴史教科書作成の専門家なんですね。先ほども触れたように、でこれは私も驚いたんですけども、すでにイスラエルとパレスチナの共通教科書の作成も携わっているということなんです。でパレスチナ人の青年が参加してたんです。で今植民地化が進行しているときに、すでに和解後を構造するということは一体どういうことなんだという問いが必然的にここで出た。セルビア人の青年からの質問もあります。ここは非常にやはり重要なことでですね、
つまり和解っていうのは本当に先を考えるあの発想って常にあるんですね。でもうすでに今起きていることがそのプロセスの中の段階として位置づけられるというようなアプローチに学んでいる。ここに非常にまあ良心的にこのあの問題に関わろうとしながらも盗作が現れているということは私の目には明らかというふうに思います。で、短い時間があまりないので、少し、簡潔にお話していきたいと思いますけれども、和解という言葉は現在日本語で、民法の言葉でもありますし、いろいろな形で使われていますが、私のようにヨーロッパを中心にして勉強してきているものからすると、極めてこの言葉はキリスト教的な言葉なんですね。リコンシリエーションというふうに英語で言うときに、どうしてもヨーロッパであれば、例えば、福音書のルカ6章37節ですね。でイエスが人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、こういう言葉と、連絡している考え方で、少しそこの名の、ヘーゲル論については今日は省略しますけれども、基本和解、このような和解というのは、犯罪を、罪を犯した者と法とか運命とか神とが和解するということであって、被害者との直接的な和解ではないわけです。ご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、戦前、ローマ法王朝が過去におけるユダヤ人差別に関して、謝罪をしたときに、この謝罪は基本的に神に対してするわけですね。でこれは我々からするともうとんでもないことに見えるわけですけども、ヨーロッパの和解という考え方からするとある意味でそのような第三者の媒介なしには和解というのはありえないという考え方が、実は、ベースで、ドイツ語の和解、本当にフェアゾーノという言葉ですけれども、これはやはり、人が互いに等しく神の息子であるということを認め合うということですね。ここでは和解は基本的に男性同士の和解というふうに考えられるし、キリスト教では女性は愛と信仰によって徳と和解するということが求められる。これはもうキリスト教の中ではマグダラのマリーの継承を通して、考えられている。で実際にはこのようなキリスト教的な和解の関連がどのように働いてきたかというと、中世のキリスト教会では基本中世のヨーロッパ人はみんな、ユダヤ人を除いてキリスト教徒という設定の中で、要するに非抑圧者に対する従属的寛容の命令として使われてきたんですね。つまり、あなた方が不満があっても、天国で報われるんだからこの世で復讐心を持ってはならないというような形、これはヨーロッパの中世の濃度に対して行われてきたキリスト教の説教って基本的にこのライン、あるいは植民地支配下の先住民への布教ということの中でもこの、理解で和解という言葉が、述べられてきたことは、明らかで、ここでも大変難しい問題なんですけれども、許しということと和解ですね、これの関係をどう考えるかということで、我々は現在許しという言葉については、死刑の問題で出会うことが大変多いで、これは韓国の映画で非常に心を打つ映画ですが、チョ・ウクヒ監督の「許しその遥かなる道」という、作品がありまして、この作品は家族3人を殺された犯罪被害者であるジョンウォンさんという方が、クリスチャンなわけですけども、要するに犯人を許すという決意をする。しかし娘にも他の犯罪被害者にも全く理解されず、心に癒しも訪れず苦悩する、こういうこの過程を描いた作品ですね。そして加害者の側も罪を悔いているけれども面会することは断る。でこのような作品は日本で
作られることは非常に難しい。まず韓国が死刑に関して準廃止国です。そして同時にキリスト教が非常に、広く深く、根付いている国になるということですね。で、まあ、この韓国ではこのキリスト教的な許しの時代、今日私がお話しているけど少し自分にとっては疎遠な話だと思って聞いていらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、韓国では、このような許しの主題が死刑廃止に関する賛否の議論の中でその名のもとに語られている。しかし死刑の問題で和解が語られることはありません、ね、許しというのはこれ除名ということにはつながるでしょう。しかしそれは免罪ということとも違うですね。つまり許しと和解という言葉は非常に混同されやすいけれども、死刑の問題を通してみると許しということに、独自の、領域があるということが非常にはっきりと分かる。で、死刑存置国日本で自国の過去の犯罪について和解が求められるということは、一体このような許しについての営みとその対比で一体何を意味する。つまり和解は犯罪、その死刑が問題になるような、一般的な犯罪と違って最初から政治的なイメージを持っているということですね。で、そこで、まあ、政治的概念として和解ということなんですけれども、ここはもう私は非常に、ドライですね。政治的な場面で語られる言葉はどんな言葉も政治的な意味がある、つまり構想的な意味があるという、まあこれはカール・シュミットという大変問題のある学者の、意見ですけれども、これは事実だと。つまり、第二次世界戦争後の世界政治において和解は一貫して高度に政治的な概念だと、ね、で和解を述べるからといってその人は本当に和解を求めているかどうかもわからない。誰かに対して和解という言葉を敵対的に使うことはいくらでもできる。これは今の状況を考える上で非常に重要だと。で、まあ、冷戦期と冷戦期を分けて考えたいと思うんですが、この冷戦期というのは一言で言うと真実なき和解の時代です。で、ここで私はハンナ・アーレント非常に重要な考察を引きたいと思うんですけれども、これはアーレントの真理と政治という1967年の、論文の中に出ています。で、現代の政治の嘘は秘密でないどころか実際には誰の目にも明らかな事柄を効果的に取り扱う。このことは歴史を目撃している人々の目の前で現代史の書き換えを行う場合にはっきりしている。こうして我々はついにはフランスは先の大戦において戦勝国であり、したがって大国の一つであるとか、ナチの野蛮行為は我が国の比較的わずかな部分にしか及ばなかったとかいうような明白な非事実に基づいて自分たちの基本政策を築き上げることのできたドゴールやアデナワーのような驚くほど尊敬を博した政治家を眼前にする。こうした嘘は全て嘘の張本人が気づいているか否かに関わりなく暴力の要素を潜ませる、ね、先ほどのですね、インゲルさんとの私の対話で、まあ要するに合意が得られるのがこのポイントなんですね。つまりハンナ・アーレントのような同時代を生きた人からすれば、戦後直後に独仏和解のために作られたこの嘘は極めてショッキングだと。で、この時期同じ役割、つまり冷戦期における西側同盟の形成にとって、必要な嘘として日本でそして東アジアに、強制された嘘は何かといえば、言うまでもなく昭和天皇博士との戦争責任がない、ね、全く同じ時期に同じ役割を果たしたのはこの嘘なんです。で、ヨーロッパの場合はこの独仏和解から欧州共同体へ、そしてで東アジアの場合はサンフランシスコ講和条約締結から日米安保体制、講和会議におけるサンフランシスコ講和会議におけるアメリカイギリスの対ソ戦略は
すでに和解の政治だったんですね。でそのことについては非常に率直に吉田茂はこう述べています。和解と講和に関連して当然のことだが、この条約では日本の戦争責任について一言も言われていない。ダレス氏の言のごとく全く非懲罰的である。第二次世界大戦後の他の講和条約、例えばイタリー、ルーマニアの講和条約ではいずれも戦争の責任が明言されているのである。日本の条約においてかかることのなかったのは和解の精神が貫かれたからであることは明白であろう。和解という言葉は90年代から出てきたわけではないですね。50年代に極めてはっきりこのように、述べられていた。これは文庫で現在読めるですね、吉田茂の回想録の中、先ほど角さんが述べられたようにこの和解の政治が直ちに中華民国、そして長い時間をかけて大韓民国に強制されていた過程ですね。これが要するに、冷戦期で、ポスト冷戦期になると真実による和解、あるいは真実と和解をいかに和解するかというのが問題なんですね。でこの点では南アフリカの真実和解委員会は、さまざまな意味でですね、まあ、いわば今人これからを生きていく人類の財産と言っていいさまざまな考察の、元になる。でこれはネルソン・マンデラや デスモンド・ツスのようなアパルトヘイトと反対闘争を、戦争で戦ってきた、歴史的な国民指導者的な指導者によって和解をしなければならない。で和解が遠いとして新しい南アフリカ国民ができるためにしなければならないというふうにして、始まったこと。そしてここには、マンデラ氏やツツ氏が、キリスト教徒であるということはやはりここでも重要なことなんですね。でつまり真実というものは単なるものじゃないです、ね、真実は神聖なものであり、それそこに和解をもたらす力があるというこの信仰がこの真実和解委員会というイニシアチブの、基盤になった。しかし現実に起きたのはやはりキリスト教徒であるはずのアフリカンナーの政治家たちは、これ我々が望むものを与えよ、さもなければ個人政府と和解はしない。つまり和解という言葉をどうかに使うということは直ちに出てきてしまうということがあります。で、ここについこの点についてはですね、アンキー・クロッコという人の、本当にこれももう、古典的なルポルタージュであるカントリー・オブ・マイ・スカールという本が、出ていまして、ここに和解という言葉の定義そのものが現れるんですね。これ非常に重要だと思います。で次のところですが、和解、リコンシリエーションという言葉の辞書による定義には回復する、元の状態に物事を再建するという背後の意味が、しかしこの国、つまり南アフリカには戻るべき元がない、人々が復活させたいと望む以前の状態や関係がない、こうした過酷な条件下では和解という言葉は正しい用語のようにはなおさら思えず、むしろ調停、理を除いてですね、コンシリエーションと言うべきだ。つまりこの時期、和解という言葉自体がまさに真実和解委員会が進行しているとともに、同時に、この言葉自体が初めて大々的に論じられたんですね。ここが私は大変重要だと。でこの問いはそのまま東アジアの戦後国際関係にも当てはまります。なぜならドイツの場合、ナチスの支配は33年から45年12年間ですね。ある意味でドイツは再建されたヨーロッパ、とりわけ、まあ、戦後のプロセスの過程では西ヨーロッパに回帰するという帰る元があったんですね。その中で、それに対して東アジアの場合は無理に和解を語ろうとすると、植民地域の歴史をあたかも回復すべき現状ではあるかのように歪曲せざるを得ないという圧力が出てくる。そうするとどうなるかと言いますと、なぜ私は許しと和解ということをはっきり分けて考えるということは大変重要だと思うんですけれども、つまり許しを和解というものを目的にしてですね、そこにたどり着かなければいけないという考え方の中で、手段、契機として位置づけようとする試みはどこでもいつでも
被害者に無理を強いる。これはたとえその和解を求める人がマンデラのような偉大な人物でも同じことです。被害者との関係に関して。とりわけ女性に対する身体的侵害が問われる場合にはそうである。これはこの本の中に16章に主題化して論じられている。でつまり簡単に言います、図式化して言いますと、こうした、プロセスにおいては誰が誰の何を許し、それを誰がいかに認定し固定し政治的に可視化して和解を演出するのかというプロセスそのものがいわば分析されなければいけないですね。南アフリカの場合には、そのような、ことが初めて、見えるようになった。で、ジャック・デリダというです、ね、哲学者は、純粋な許しというものは法的でも政治的でもありえない秘密の経験であり、プログラム化も計算もできないというふうに述べていて、和解と根本的に、異なる、営みであることを、述べている。それで、もう一つですね、最終的に結論です。東アジアは今なお冷戦期の真実なき和解という枠組みを超えられていないのではないかというふうに思います。つまりここに押し戻そうとする力が働いているわけですね。もうで真実和解、真実による和解という冷戦での枠組みを引き受けることができない。これはおそらく95年という、段階でこの国の、政治がぶつかった大きな壁だったの。そこからですね、その必要性を理解して半歩を歩み出した途端に歴史修正主義の大きな波がこの社会に襲いかかってきた。でしかしこの歴史修正主義は結論ですが、和解そのものの基盤であるはずの真実を破壊してしまいます、ね、そして2番目に、和解の強制は被害者側の今の政治的に弱い立場の共同性を破壊する。これはもうほぼ間違いなくすることが起きるというふうに私は考えます。で、3番目に、現在ですね、別に先ほど の祖先生のお話にもありましたように、アメリカの世界戦略の中でひしみつつある、ね、日米そして韓米で、韓日のこの関係をなんとかその、修復したいというようなその力学の中で、おそらく日韓の和解というものが強調されているのではないかというふうに思われるわけですけれども、今述べてきましたように、この言葉の語義と東アジア内外におけるその政治的使用の歴史を想起しながら、あくまで政治的に解読していく必要があるというふうに考えます。以上です。長くなります。もうちょっとちゃんとした時間を使ってやりたい議論になってきていますが、あと残された時間は、40分です。今この許しの話が出てきて、初めのパクユハの和解のためのところ、最後のところにデリダを引いて和解と許しを誤読していたのを、あれはやっぱりあれは誤読だったと思うんですけども、たくさん誤読のある本だということは、今ヤンさんもたくさん話をしていただきましたが、これから次に歌さんの話に入りますが、多分時間がだんだん押してくると思います。最後に多分1ラウンドを1人ずつに話してもらうために、もし皆さんの中で質問、こういうことを入れて、最後の1ラウンドをしてほしいということがあったら、質問用紙に書いていただいて、こちらに回していただければと思っています。では、歌さん、ドイツ国防軍の売春宿、女性については誰も問わなかったという、タイトルになっています。今回このシンポジウムに合わせて、ドイツでできていない女性に対する性暴力被害について時間をかけてまとめてくださいました。通訳は同じく佐藤武雄さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
Vielen Dank, Nina. Ich freue mich sehr über das große Interesse an unserem Panel und habe für meinen Vortrag die Überschrift gewählt: Wehrmachtsbordelle, nach den Frauen hat kaum jemand gefragt.皆さんの、たくさんの皆さんがいらっしゃいまして、これだけの関心を示していただいて、感謝申し上げます。ここでですね、タイトルをこう選んだんですけど、ドイツ国防軍の買収や女性についてほとんど問われなかったというタイトルでありました。ちょっとこれ、役の関係で説明しますけども、最初私、ちょっと慰安所という言葉を使ってみたんですけども、やっぱりそれは適当じゃないだろうと。日本の状況と向こう違いますので、ドイツにはヨーロッパには今でも買収団があるわけで、それを設置したというので、鍵付きでこういう言葉を使っているということをちょっと答えています。で、最初にですね、ちょっと時間を節約するために、私の方で読みますけども、彼女がちょっと言ったことについて、私はそこのテキストの方を読んでいきます。皆さん、お手元にあると思うので、確認しながらしてください。まずはじめですね、ほとんど知らなかったということで、ドイツではその研究状況が国防軍や強制収容についての幅広い研究があるんですけれども、強制収容における女性に焦点を当てた研究も存在していますけれども、女性に対する性暴力やとりわけ売春などにおける女性の強制労働をテーマにしているものはそのうちほんのわずかにすぎません。ここ20年のうちにようやくそれがテーマの一つとなり、最近になって何冊かの本が出版されています。この点では日本がドイツに明らかに先行していると思います。先ほど吉見先生から言われたんですけども、何冊かの本というのは中の中にあるんですね。でこれは必要なのは私の方で紹介しますので、クリスタ・パウリさんの本だけじゃなくてたくさんの本が出ているということです。ここには載ってませんけど紹介します。私は別にBordelle gab es in Konzentrationslagern für Häftlinge zur Hebung der Arbeitsmoral, also zur Ausbeutung.強制収容所の強制労働者の収容所では、外国人強制労働者がドイツ人女性と性的コンタクトを取ることを防止するために、人種エネルギー、人種イデオロギーの立場からこういうことを作ったということ、それからドイツが占領した地域では、兵士たちが伝染病にかかるもの、まず性病ですけれども、防ぐために、戦闘力を確保するために作られた、そのために国防軍の買収などが問題となりました。ナチスの自衛隊 SS のための買収宿が存在したかどうかは明らかではありませんが、 SS 隊員の買収宿訪問は確かに存在しました。 In die Wehrmachtsbordelle kamen Frauen, die bereits zuvor als Prostituierte gearbeitet hatten, oder? 国防軍の買収宿に配備された女性は、それ以前にすでに買収婦として働いていたもの、これは特に西西部戦線なんですけれども、またはそれに近い立場になったもの、ドイツ人と職業対セックスという交換取引に合意したもの、ここでは飢餓と貧困窮を考慮すれば、自由意志であったとはとても考えられません。この定まりのない生き方を余儀なくさせられたもの、ちょっとこれ分かりにくいと思いますけれども、相手が定まらないということと、もう一つは生活に苦労して、住所不定というような状況ですね。そうした者たちが出てこられた。別の女性たちは路上で一斉に手入れに遭うか、職安に行って並んでいるうちに検挙されたりしました。 In der Literatur wird die Frage diskutiert, wie weit die Frauen zwangsweise in den Bordellen arbeiten mussten。研究文献では、売春宿で女性たちが どこまで強制されて働かなくなるかということかという問いが論じられています。売春婦たちは抑留され、記録され、その後、国防軍の監視管理下に置かれました。彼女たちは問われなかったのです。ここで自由意志について語ることは、売春婦たちから各自の意思を剥奪することを意味します。
今ちょっとバイジムって言ってことは鍵付きなんで、ちょっとこれを強調しなきゃいけないと思います。別の3つのグループに所属する人たち、性的に相手の定まらないような、またはいわゆる反社会的であるという、これはどあの内側から見た反社会的ということですけれども、そういう罪を着せられたような人たちですが、彼女たちは逮捕され、その後性奴隷にさせられました。囚われの身であったことが自由意志の可能性を排除します。ドイツが占領した地域では、特に東の方ですけれども、多くの女性たちが強制労働のためにドイツに移送されるか、それとも故郷に残っていわゆる売春などで働くかの選択を迫られました。これも自由な選択とは言いません。そのようなわけで、私は性の強制労働が、存在したという結論に至ります。 Wie sah die sexuelle Zwangsarbeit in den Wehrmachtsbordellen aus? Es wird wiederholt angegeben, dass eine Frau täglich etwa 40 Soldaten zu bedienen hatte. 4番目のところですね。国防軍の売春にあっては、性の強制労働がどんなものだったのでしょうか。女性1人が1日約40名の兵士の相手をさせられたと幾重にも書かれています。1人当たり15分から20分間で予定されていました。男たちはその前に待合室で待たされ、後からはいわゆる処置されました。すなわち消毒薬で処置されました。性病予防対策、予防措置が取られる必要があったからです。こうしたことについて報告している少数の女性たちは、格下げや鈍化について語っています。病気になったり妊娠した女性たちは連れ去られました。つまり彼女たちは大部分、殺害されたと考えられます。女性たちは一定の時が経つと時々交換させられたとともに、とも記されています。なぜならいわゆる使用済みという形でとみなされていたからです。女性たちは無価値でした。彼女たちの命は統一人たちにとっては無だったのです。 Intention versus Ideologie. Diese Praxis war sexistisch und rassistisch, weil dem Geschlechtstrieb der deutschen Soldaten Rechnung getragen wurde und diesem unter anderem polnische und sowjetische Frauen zugeteilt wurden. 意図対ideologieという考え方ですね。こうしたやり方は性差別であり人種差別でした。なぜならドイツ兵の性欲が考慮され、ドイツ兵の性欲のためにとりわけポーランド人とソ連の女性たちが現れた。その一方でドイツ人女性がスラブ人男性の強制労働者と性交渉すると公然と戒め、恥ずかしめを受けですね、強制収容所に送られたからです。ですから、例えばドイツ兵がスラブ人女性を、この鍵付きですけど、いわゆる使用することは許されました。なぜなら彼は男であり占領者だったからで、彼の男としての欲望は彼の権利であり、ドイツの占領軍兵士として彼は奴隷化されたスラブ人女性に対して二重に、いわゆる優勢になる立場でとされたからです。人種間の性交禁止は、ここでは欲望の充足と支配民族という考え方のために認められています。にもかかわらず、国防における監視やの存在は戦略的な弾圧を意図した意図的な道具ではなく、国家により医学的に監督された欲望の充足を通じた戦闘力維持のための手段だったのです。 Was wir nicht wissen ist zum Beispiel, wie viele Bordelle es gab und wie viele Frauen betroffen waren. 今までのところで分かっていることなんですけど、これから分かっていないことがどういうことかということです。例えばですね、この売春が存在したところっていうのは、その存在したと言われている地域ですけれども、そこでは個別の研究を除いて、売春宿そのものが何箇所あり、何人の女性が働かされていたのか、そういったことが分かっていません。性的な強制労働をさせられた女性たちが生き延びるためにどんな手段を取ったのか、そして何人の兵士が何回売春宿を訪れ、そのことをどう考えていたのか、こういったことは分かっていないことですね。Warum ist über die Wehrmachtsbordelle so wenig bekannt?Beziehungsweise warum setzte die Forschung zu spät ein? Erstens, fehlende Verurteilung in Nürnberg.
なぜ国防軍のこの買収役についてしか知られていなかったのでしょうか。なぜ研究が遅れたのでしょうか。最初の理由としてはニュルンベルク裁判、ニュルンベルクで裁かれなかったことです。ニュルンベルクの国際軍事裁判においてさえ女性に対する性暴力についての証言はなされました。例えば強姦、局部切除、女性に対する性殺害と並んでソ連のスモレンスクにあった国防軍の売春などに言及されています。しかし女性に対する性暴力は正式に起訴されることもなく、ニュルンベルク裁判の判決179ページにも及ぶんですけれども、その判決にも含まれていませんでした。これに対して東京裁判では、南京での女性強姦が告訴され、有罪判決を受けていますが、女性の性奴隷化は含まれてはいませんでした。2番目としては、資料の不足ということです。当事者の報告について男たちは実際の行為者であったため沈黙しました。女性たちは恥じて沈黙しました。その上女性当事者たちも戦後も外国で生活していました。それはさらに鉄のカーテンが存在していました。つまり冷戦で、ソ連等が、からは分からなかったということです。これは強制労働について一般的に言えることですね。それから野戦病院の症状ではほとんど触れられていません。それ以外は男性の宛名で書かれていました。Drittens, das rechtfertigt jedoch nicht, dass die militärgeschichtliche Forschung erst spät sozialhistorische Ansätze nutzte. しかしこのことが軍事史の研究が遅ればせながら社会史、社会的な面についての歴史ですけれども、社会史に目を向けるきっかけとなったものの、それでもなお歴史家がたとえ性暴力に言及したとしても、この女性の歴史の女性関係者の存在をある程度無視してしまったことの弁明になりません。Viertens, im gesellschaftlichen Bewusstsein in Deutschland stehen die massenhaften Vergewaltigungen deutscher Frauen, insbesondere durch sowjetische Soldaten mit dem Vorrücken der Roten Armee zum Kriegsende im Vordergrund. ドイツ社会での意識においては、赤軍の進軍ですね。に伴う特にソ連兵士によるドイツ人女性の大量強姦の問題が重要でした。それについては日本でも翻訳が出てますけれども、おびただしい数の人たちが強姦されています。それに知ろうとすること同様にそのことについて注目されたことがソ連軍兵士の行為以前に自分たちが他の人々に何をしていたのかという問いへと導かれることがなかったんです。戦後戦争終わる直前の状況の方がちょっとして残ってたんですね。Gab es Entschädigungen für Zwangsarbeit in Wehrmachtsbordellen? Nein, darüber ist mir explizit nichts bekannt. 国防軍の買収などでも強制労働に対して保証はなされたのでしょうか。いいえ、してはいません。それについては何も定かではありません。考えられるケースとしては強制収容所の買収などで働かされた女性たちが西ドイツで暮らしていた場合には連邦保障法または過酷緩和基金という別のやり方ですけれども特例の措置によって強制収容所での交流を理由に一時金ないしは相応の年金額を受け取った可能性があります。つまり別の理由でもらってた可能性はあるんですけれども、しかしそれも困難でした。なぜなら彼女たちがいわゆる反社会分子に該当し政治的非迫害者に該当しなかったからです。つまりこの言葉は今書かれている言葉です。特に反社会分子ですけれども、ナチスの専門用語が実際の保障にも引き継がれていたということなんですね。2000年にかつての強制収容ドイツ強制労働者に1回限りの保障金を支払われたのに設立され、現在私が勤務している記憶責任未来財団では法的申請に基づき同様にかつての強制収容所の収容者とドイツ帝国に連行された強制労働者のみを対象としていますが、ドイツ軍が占領した地域で奴隷化された性的労働者の女性たちは対象外としています。同様に記憶責任未来財団から支給される特殊個人的存在損害を理由にした保障においてもドイツの、こういう案状となっていますが、これ直しておいてください。買収などにおける、強制労働による、損害は予想されてはいなかったのです。精神社会的支援、社会での認知、
国家内地の軍側の謝罪、プライバシーが保護された台湾可能性、または記念碑は彼女たちが留保されたものでした。未満なに実現していないことです。Die Frage nach der Versöhnung. Gestatten Sie mir ein paar Worte zu diesem Thema zu sagen. Wenn es kein Schuldeingeständnis gibt, wie kann es dann Versöhnung geben?和解への問いについていただきます。罪の認知がないとしたならば和解はあり得るのでしょうか。自分が罪を起こしたということを認めないということならば和解はあり得るのでしょうか。今回のご招待は苦い思いとともにそのことを私にはっきりと分からせてくれました。にもかかわらずドイツは罪ある過去に向かい合う立ち向かう国として受け止められています。しかしこの点ではこの問題とされているようなことに目が届いていないならば部分的にのみ正しいことになります。まあ、何を言ってますとですね、ドイツで実際にこちらに来る前に特に梶村ご夫妻にお夫妻になりましていろいろと状況を聞いた時にこの特に女性の強制労働については、日本の方がはるかに研究が進んでいると言いますかこの問題視しているわけですけどもドイツではまだまだその点にはその点が遅れているということです。なるほど。ドイツのヨハネス・ラウ大統領は1999年の末にですね、ドイツ支配下の奴隷労働と強制労働に関して許しを請いました。ここでは許しという言葉をですね、謝罪として許しを請いました。そこでは性的強制労働には特に触れられていませんでした。ちょっとついで申し訳ないんですけど、一つだけ言っておきたいのは、このラウ大統領が言ったのは12月の17日なんですね。で実際に何で言ったのかというとその3日前12月の14日に強制労働の基金の金額が決まったんですね。金額が定まったあと3日後に大統領が謝罪にあたるその許しを請う発言を出したと思います。つまりドイツのやり方としては先に許しを請うんではなくて話がついたということで安心したからいいんですけどもその段階に来て初めて許しを請うたということなんですね。これはちょっと誤解のないあえて言っておきます。3日のズレがあったということですね。で私たちの体験から言えることは Unsere Erfahrungen in Deutschland zeigen Folgendes. Versöhnung ist ein Prozess, in dem wir die Beziehungen zu uns selbst innerhalb unserer Gesellschaft und international wiederherstellen. 私たちの体験から言えることは和解とは何かと言いますと和解とは自分たち自身との関係自分たちの社会内部の関係をそして国際関係を修復するプロセスなんです。このプロセスは犠牲者の方々との連帯の上に立ち成り立ったものではありません。それは私たち自身の変化私たちの特徴の転換なしにはありません。自分から自ら傷つくようなことに向き合うことはつらいことです。それは自己弁明苦い思いそして憎しみに力を対峙させることなんです。ここにあがないの証しというのが出てますけども彼女自身もそこに活動してきた人です。ですからこれに対する抵抗も大きなものがあります。そのために私たちは多くの時間を必要としています。皆さんが、日本国に責任のある不法というテーマに先進しておられた我慢強さに私は驚嘆しています。誠実に話し合い耳を傾け出会いを続けながら他者のために和解を進められることができます。始まりは関係者に和解の用意があるかどうかです。無関心で抵抗している人を取り込むことができるかどうかは彼ら次第なのです。違いはあるとしても私たちが共に歩むことができる共通の道を見つけ出すことが大切です。ヨーロッパにおけるドイツの体験は自ら責任のある不法と取り組むことで隣国との関係が新たにかつ建設的に構築されるということを示しています。しかしこの取り組みがないと常に不信や留保が共生を共に生きることを妨げることになります。かつて中国からのゲストが私に言いました。ドイツに来て私たちは次のことが分かりました。辛い歴史に向き合う人は面目を失うのではなく友を得るのだ。和解とはある者にとっては辛いことです。和解とは変化を作り出す自由なのです。そして和解とは他者が私たちのところに来られるような道を共に作り出す大胆なプロジェクトでもあります。Ausblick: Es ist nicht vorbei.
nicht nur Besatzungssoldaten bei der Eroberung eines Landes oder einer Region, die in feindlicher Absicht kommen und Menschen überfallen, begehen auch heute sexualisierte Verbrechen. 今後の見通しについて最後に言いたいと思いますけども、まだ終わってはいません。敵意を抱いて到来し、住民を襲撃し、ある国や地域を征服した占領軍兵士だけが今日も性に関わる犯罪をしているわけではありません。強制買収を利用し、その定着化に貢献し、民間人、特に女性や男女を問わず子どもたちを強姦したりするのは、時には国連軍や民間の支援軍でもあります。こうしたことも、こうしたことは国連でも禁止されています。しかしこれに対してはこれまで効果的な措置が取られていませんでした。こうした犯罪にともかく気づき、認め、公にし、犯人の処罰、犠牲者の認知と復権を、リハビリテーションですね、名誉の回復を要求すること、そのことを今日私たちが一緒に行う必要があります。つまり私たちは同時に多くの任務を抱えているのです。過去の不法に対して正義を擁護し、国家ないし別の組織の正義による将来の性暴力を事前に防ぐ法体制を準備するというものです。この点で日本の市民運動に特に信頼のおける役割が期待できます。なぜならば運動が過去の正義の不法への取り組みに大いに貢献してきているわけです。 Lassen Sie mich zum Schluss kommen und zusammenfassen. Ich habe drei Botschaften. Erstens, zum Thema sexualisierte Gewalt durch deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg haben historische Forschung und gesellschaftliches Bewusstsein in Deutschland viel nachzuholen.最後にまとめとして彼女から3つのメッセージということで伝えたいと思います。第二次世界大戦におけるドイツ軍兵士による性に関わる暴力というテーマについては、ドイツでは歴史研究も社会の意識もずっと遅れています。2番目として、和解というものは要求されたり支持するされてできるものではありません。和解は特にことを引き起こした側の良心という訳したんですけど、これは善意というかね、良き心ですけども、良心とも訳せます。それと誠意、そして、もう一つ彼女が付け加えたのは、自己批判ですね。善意なし良心、それから誠意と、そして自己批判、これを前提とする脆いプロセスなのです。とてつもない犯罪を目の当たりにして、和解が成し遂げられるとするならば、すれば、それは贈り物であり、奇跡でさえあります。3つ目に、過去の傷を癒し、新たな傷を防ぐためになすべきことはたくさんあります。一方が他方の前提になるとも限りません。両方に取り組む人が信頼を増し、再発防止の条件を作り出す資格を持っているのです。あとは質問をお受けしますということで、後ほどやります。ありがとうございました。今、質問用紙が何か来ていますが、なぜか怖いのかヤンさんには来ていません。そして鵜飼さんと宇多、さんに、ありまして、鵜飼さんのものが割と、細かいというか、まあ、いい質問が来ております。まず鵜飼さん、そして宇多さん、その後一回みんな一言ずつ言えるようにできればなと思ってますので。行きたいと思います。まず鵜飼さんに関しては、パクユハシをハンナーレットのようだと称賛している哲学者の杉田敦氏がいるように、日本のリベラル資金人の間でパクユハシの和解を歓迎している状況について具体的な批評が聞きたい。そして、まとめていきます。もう一つは、これちょっとすっごい細かい、これはどういう意味だっていう日刊の、のが来てるんですが、日韓の和解の強調は東アジア内外におけるその政治的使用の歴史を想起しつつ、あくまで政治的に解読させるされるべきとはどういうことですかとか、まあ、そこら辺じゃあ合わせてまとめて言っていただければ、幸いです。はい、まず、杉田敦さんは、政治学者ですね、哲学者というのは、で、まあ、おそらくこのような評価の背景にあるのは、ハンナーレットのエルサレムのアイヒマンという仕事が念頭にあるのだと思います。で、まあ、この、
まあ、イスラエルはですね、まあホロコーストの、責任者の一人であった、アイヒマンの裁判をですね、まあ、1960年代の初めに行って、まあ、当時アメリカに住んでいたアレントは、ニューヨーカーという、雑誌の、記者として、まあ、この裁判を傍聴して、ルポーツアージュを、書いたわけです。そこで、彼女が、まあ、ここでは2つのことを言いたいと思うんですけども、1つは、アイヒマンを悪魔化するというですね、まあ、これはイスラエルの政策の分析というのは一つあるわけです。そのことに対して自分が、実際にこの目で見、この耳で聞いた、アイヒマンという人物は、そのような巨大な悪の、体現するような人物ではなくて、むしろ、まあ、凡庸な、役人であったと。で、まあ、そこからいわゆる、まあ、悪の凡庸という有名な、問題提起が出てくるわけですけども、同時に、この、まあ、528万というふうに、まあ、今では、一般に言われていますが、まあ、よく600万と言われる数の、ヨーロッパのユダヤ人がなぜ、絶滅収容所で殺されてしまったのかという、そのプロセスの中で、ユダヤ評議会という当時 そのヨーロッパのですね、まあ、あのユダヤ人共同体のユダヤ共同体の、責任者たちの、果たした役割を、非常に重視したということがあります。ですね、おそらく、まあ、私もなかなかなぜアレントが出てくるのか理解できないんですけれども、おそらくこの後の方のですね、まあ、問題が、実は私は先ほども述べたように3月まで、日本にいませんでした。実は今日先ほどヤン・シンジャさんが、批判された、帝国の慰安婦という本は2日前に友人からようやくその、貸してもらったところでですね、まだ読んでることができなくて、和解のために、は、まあ、読みましたけれども、この2冊目の方の本は、まあ、自分自身では、まあ、読んでないので何とも判定ができませんが、おそらくですね、先ほどのお話を聞いていると、まあ、現地の、業者の、人たちの責任を重く見ているということが、まあ、ユダヤ評議会の責任を指摘した、アーレントの、ポジションと重なっているのではないかというふうに思います。しかし、まあ、アーレントはですね、まあ、このことについて、まあ、ショーレムという、まあ、哲学者から批判をされたときに、まあ、その批判の根拠というのは、あなたにはそのユダヤの民に対する愛がないというふうに批判されたというのに対して、私自身は、私自身を愛するのは個人であって、いかなる民であれ民族を愛したことはありませんということで非常にはっきり、まあ、答えています。それから私が記憶する限り、ハーレントが、例えばユダヤ人とドイツ人の和解を、進めたということは一度もない、というよりも私が今日紹介したような分析、これは私アーレント以外の人の筆の元には読んだことない。つまり和解の政治というものに対して、キリスト教徒ではない彼女には本質的にやっぱり疑う目があるわけです。むしろそこなんです。まあ、レジュメの方で触れましたように、マムダニというムスリム系の知識人は、まあ、実はその南アで白人というカテゴリーそのものが、ボア人とイギリス人の戦争の結果作られたものなんじゃないか、つまりすでにある和解が前提にされたんじゃないかという問題的、これは大変な衝撃を、まあ、当時起こしたわけですけども、それもやはりマムダニが、まあ、やっぱりキリスト教的な和解ということに対する警戒心を、まあ、持っているということだと思うんですね。ですからアーレントが、まあ、ユダヤ教との家に参った、彼女自身はユダヤ教の、として自分自身をしていませんけど、そういう人であるということか、マムダニ自身が、
無責任であるとかいうことは、和解の政治を内側にいる人が、批判するときにやっぱり一つの、条件なんですね。なかなかやはりその枠の中にいると、できない。まあ、デリダ自身もキリスト教徒じゃないということは、これも、大事なポイントだと思います。まあ、そのような意味全て含めて考えると、和解を、むしろ、肯定的に、まあ、私自身ですね、本当に素晴らしい和解がある、あのために力を、尽くしていきたいとは思いますけれど、しかし実際に和解という名のもとに進行するプロセスを、だからこそ、慎重にきちんと、批判的に分析していく必要があると思っているわけで、そのようなあの批判的な作業にこそアーレントの仕事は役立てられるべきであって、まあ、あのこのようなあの宗教の中で、彼女の名前を聞くことは適切ではないと、それが少なくとも、まあ、本を読んでない私が前に言えるのはそこまでですけれども、まあ、そういうことです。それから、あの日韓の和解の協調は、政治的使用の歴史、東アジア内外における政治的使用の歴史を想起しつつというのは、とりあえず今日私がお話しした、枠の中でのこと、つまり、東アジアであれば、今日、宇津さんがお話になったような、要するに、この国の独立そのものがある和解の政治の上に、52年に、到来したと。で、そのこと自体が膨大な排除を伴っていたということですね。ですから、つまり常にこの地域でも他の地域と同じように、しかしおそらく他の地域よりも、深刻な形で和解の政治は多くの犠牲を生み出してきたということを、想起するということです。ですから、それが90年代からあるいは昨日から突然この言葉が政治的でなくなるなんていうことはありませんですね。私が、まあ、政治的に解読するべきというのは極めて常識的なことを言っているつもりです。はい、はい、ありがとうございました。今鵜飼さん宛ての提案が来ましたが、ちょっとタイムアップということで申し訳ありません。鶴田についてはどうお考えになりますかというのがありましたが、ちょっと、割愛させていただきます。そして詩さんに関してはかなり事実関係を、聞くものや、まあ、感謝も含めて出てるんですけれども、ここでは一応テーマが和解ということもあってですね、一つ選ばせていただきたいと思います。日本では謝罪疲れということがさもありなんというふうに語られることがありますが、ドイツでの謝罪和解はどのように理解されていているのでしょうか。また加害者側から謝罪疲れということが言われたことがあるのでしょうか。あった場合そのような発言は一般的にどのように考えられているのかお教えください。これを選ばせていただきました。他の、様々なですね、証言の話など証拠の話などは申し訳ありません。また後ほど個人的に聞いていただければと思います。では詩さんお願いします。Vielen Dank für die Frage. Auch in Deutschland gibt es Menschen, die immer wieder nach einem Schlussstrich unter der Vergangenheit rufen. Ich glaube, dieses Wort Schlussstrich kann man vielleicht mit dem japanischen Wort Müdigkeit vergleichen. Oder das entspricht einander. まあ、謝罪疲れの疲れということで言うならば、ある意味でその過去と付き合っていて最終的に疲れてきて、何という言葉を使うかというと、ドイツでは過去に一線を画すですね、終止符ですね、終止符を打つということで使われることがあります。意味としてですね、もうこれ以上もう無駄、もういいという、そろそろこの辺でやめてくれという意味でこの言葉が関係しているんじゃないかと思います。Aber die Vergangenheitist nicht abgeschlossen, sie kann nicht abgeschlossen sein, sie wird es nie sein. Sie wirkt weiter in unser Leben und neue Generationen haben auch neue Fragen an die Geschichte. ただ過去というのは完結するわけではありません。過去というのは続くわけですから、新しい世代が来たときに、新しい世代の人たちは過去に向けてまた問いかけをするということです。そういう意味で過去はずっと続いてきているという、続くということ。Das Wort Müdigkeit von Entschuldigungen, also Entschuldigung,
genügt meiner Meinung nach auch gar nicht. Denn die Entschuldigung bewegt sich ja immer noch auf der symbolischen Ebene. Sie ist wichtig, aber sie ist längst nicht alles. ちょっとこれは難しいですね。謝罪ということは、これ一つ文化的な違いもあるんですけども、その言葉が結局謝罪で済むことじゃもちろんないわけで、それがずっと続くわけじゃありません。で、人によってその謝罪を求めるかどうかという、その人それぞれのレベルが、要求するレベルが違ってくるので、こういったところも含めて考えなきゃいけないということです。In Deutschland haben wir diese Worte Entschuldigung und Vergebung. Das ist eine Frage der Perspektive. Eine Entschuldigung ist darauf an, also eine Entschuldigung, die der Täter ausspricht, ist darauf angewiesen, dass sie vom Opfer angenommen wird. In Deutschland haben wir diese Worte Entschuldigung und Vergebung. Das ist eine Frage許しという2つの言葉が考えられております。で、謝罪する方の立場はもちろん加害者の方が謝罪するわけですね。その謝罪を相手側の犠牲者の方がどう受け止めるかということが一つです。 Das bedeutet, diese Entschuldigung muss aufrichtig sein. Aufrichtig sein. Dann können die Opfer vergeben. Aber sie müssen es nicht tun. Das ist kein Automatismus. 謝罪をすればですね、相手側がですね、それをどう受け止めるかなんですけど、その謝罪がきちんとした謝罪ならば、正当なその形でなされた謝罪だとするならば、犠牲者の側がですね、それを許すということはあるかもしれません。あるということですね。問題はそういった条件をきちんと満たしているかによって、謝罪の受け止め方が違ってくるということです。つまり許すか許さないかって、許しというのは犠牲者の側の立場の言葉である。そうですね。だから許しを請うということをラオが言ったわけですけども、そのことは加害者側が許しを請うたということであって、これ謝罪ということはまた違うんですね。すみません、私は解説しながら言ってますけども。Und eine Entschuldigung muss sich in aktiver Solidarität mit den Opfern bewähren. Sie muss sich praktisch selber beglaubigen in dem, was der Entschuldigende für die Opfer tut. もちろん謝罪というものを要求するということが一つの連帯になり、みんなとして要求することがあるかもしれないんですけども、実際私ちょっと一番難しい問題というのは、東アジアの謝罪というのとヨーロッパの謝罪の意味が全然違うんですね。そこに一番の問題があって、簡単に言うと相手が謝罪を要求するもんでって言ったら失礼ですけども、それに対して答える方は謝ればいいんだろうということになってしまうところがアジアの一番の問題なんです。そのことをちょっと、彼女にも説明しなきゃいけないんですけども、一応分かりやすくちょっと説明するとすると思います。Das umfasst die Anerkennung der historischen Fakten, die Entschädigung der Opfer, die Erinnerung an ihr Leid, auch in Schulbüchern.Und die Fürsorge für die Menschen, solange sie noch leben, weil sie ja auch gesundheitliche Probleme haben. Das ist die Solidarität. Das ist die aktive Solidarität. Das ist das, was die Entschuldigung beglaubigt. まず大事なことは、不正不法を認めるということですね。認めたことによって何をするかによってくるんですけども、そのことは何かというならば、保障し、そして救済ですね、医療的な救済だとか、そういったことをするということです。彼女は今そう言わなかったんですけども、実際にそれはどういうことをするならば、トータルに指して、そのことをやって初めて、それが謝罪につながってくるということです。で、ちょっと別のドイツ人が言ったことをちょっと持ちさせて申し訳ないんですけども、びっくりするような言葉を言ったんです。何かというと、保証こそが最大の謝罪だってことですね。そういう意味です。今何て聞こえなかった？すみません。要するに保証すること、そのちゃんとアフターケアをすることが最大の謝罪であるってことです。謝罪のためじゃなくてですね、謝罪されたから謝罪で答えるんじゃなくて、自ら何かをすることを、不正を認めて、それに対して正すということ、これが保証ですけども、そのことをやること自体が謝罪を意味してくるということです。
それこそが謝罪の最大の謝罪であるというね。つまり言葉の上での謝罪と実際の行動としての謝罪ということがどういう意味なのかと考えなきゃいけない。謝罪が本当の心からの謝罪ならばちゃんとした行為となる伴うんですけども、現実にアジアではそうではないんですね。だからよく言うんですけど、ちょっと私の解説が長くなっちゃってすみませんけども、ちょっとごめんなさい、ちょっと一言で、一言謝罪すればいいんですっていう言葉自体がアジアの特徴なんですね。そこで言ってみます。すみません、はい、すみません、最後なんですが、もう時間が過ぎているんですが、予測をしてヤンさんにないと言ったらダダダッと出てきまして一つだけその中から選ばせていただきます。というのも、多分こういう反応が出てくるだろうと思われるものを選ばせていただきました。このパクさんのこの帝国の慰安婦を批判するために和解とはという資格を設けることの適切さについて、とりわけキリスト教の和解概念を参照していくには逆効果なのではないでしょうか。パクさんの帝国の慰安婦は植民地に組み込まれた人々自身が自らの生存のためとはいえ、その帝国のイデオロギーを積極的に受け入れてしまったこと、そのことを韓国人自身が対象化することを怠っているということを問題提起しているのではないでしょうかということで、ヤンさんに最後、お願いします。もう本当に時間がないそうなので具体的には話せませんが、この帝国の慰安婦というのが植民地に組み込まれた人々自身が自らの生存のためとはいえ、その帝国のイデオロギーを積極的に受け入れてしまったことを韓国人自身が対象化することを怠っているという問題提起なんじゃないかということですけれども、まあ、私はこれが もしこの本の問題提起だとしたら、それ自体に同意はしません。で、同意はしませんけれども、これが仮に非常に重要な問題提起だったとしても、その問題提起をするために間違った事実を積み重ねる、被害者をさらに傷つけ、でこの問題の解決をあえて難しくさせるような論述を重ねて、その問題提起を正当化しようとすることは間違っていると思います。そう思ったので、今日のお話を、その一部の例証としてしたわけです。すいません、時間がないので本当に簡単に。はい、ありがとうございました。私のコメントの時間がなくなってホッとしている部分もあるんですけれども、まあ、どちらにせよこの和解という言葉で今回やった、やっぱり議論すべき事柄がまだまだあるということを感じました。とりわけ日本で使われている和解という言葉が使われている文脈を、どんな風に使われているのかというのを注意深く見ることというのは、これから先、ちゃんとしていかないと、その言葉に、引きずられてしまうと思います。なのでこれから、10月に同じようなじゃないですけども進歩もあるようですので、ぜひこれから、今年、後半戦も、議論していきたいと思います。今日は皆様ご参加ありがとうございました。最後に皆様に、大きな拍手をお願いいたします。エアリシンさん、内川さん、内川さん、内川さん、させていただきたいと思います。今日は長時間にわたってお疲れ様です。最後の1時間になります。これから、閉会集会を始めたいと思います。まず、今日のありがとうございます。拍手を、盛大な拍手をありがとうございます。まず今日、1時間のうちに、まずそれぞれの課題別進歩でどのような議論があったのか、非常に濃い議論で時間がなかったという、話を今、他の分科会からも聞いています。それぞれの分科会から、ご報告をいただきます。まずはじめに、積極的平和主義で失うもの、のコーディネーターの、藤本康成さん、ポーランド平和人権環境の事務局長でいらっしゃいます。よろしくお願いします。積極的平和主義で失うものと、いう分科会戦争法制について、話し合いをしました。もう議論がですね、どんどん広がってなかなか終わらないという状況で、きちっとまとめができるかなというふうに思いますが、まず JMC 日本国際ボランティアセンター、いわゆる紛争地に行って難民の方々と一緒に、活動されている、谷山さんの方からですね、報告がありました。安倍の
いう積極的平和主義ということがどれだけ嘘なのか。例えば自衛隊が PKO で出て行って駆けつけ警護をする、そしてそこで、そこに いる日本人、NPO やNGO やいろんな企業の人たちとか、そういう人たちを守るというふうに言うけれども、それは嘘だと。ほとんどの PKO が、例えば南スーダンで政府軍と反政府軍が紛争状態に陥ったとき、どの国もそこで武力を行使したりなんかすることはできない。それはなぜかというと、反政府軍だか政府軍だか全く分からない状況の中で、出ていけば紛争に巻き込まれて、どちらからも恨まれていく、そういう状況に紛争地があるんだ。で、紛争地の中で取り残されて、その襲撃を受けた JVC の仲間が、その時に、まあ、そこにあったものをいろんなものをその略奪されて、本人は非常に恐怖の中でこう置かれていた。その時に駆けつけてその救出してくれたのは、国連のその非軍事のその白い、ジープ、どちらにも組みしませんよと、私たちは中立ですよ、武器も持っていませんよという、そういうものに助けられた。あ、この非戦、谷山さんが組織をされている NGO 非戦ネットの、その安全保障法案の採決に反対する声明の中でこういうふうに書かれていますね。一発の砲弾が人々の平和とより良き未来に向けた地道で大切な営みを全て台無しにし、信頼と希望が恐怖や憎しみ、絶望、そして報復へと変わってしまう過程を見てきました。武力で平和は作れないは、同じ分科会で発言をしていただいたワールドピースナウの田村健さんがずっとイラク反戦の時代から話し主張されてきたことです。やっぱりそうなんだ。で、イスラム社会で日本は意外と信頼をされてきた。それはアフガンに行ったって銃を持っていくわけでないし、日本はどちらかに組みして、例えばその銃を持ってその市民を殺戮したり傷つけたりすることはない。それだけで日本は信頼されてきた。ある意味欧米諸国よりはまだマシだと、日本はマシだと思われてきた。これが銃を持って引き金を引けば全く違う状況になると、そこに平和は絶対に生まれないという話がありました。会場から平和って何よ、平和ってどういうもんだという話がありましたし、憲法9条の外交、救助を使った外交というのが大事なんじゃないかという話もありました。平和って何かって聞かれるとパッと答えることはなかなか難しいかもしれないけれども、これは貧困とか差別とかそういうものが一切ない、やっぱりそういう世界で構造的暴力というものがない、ただ戦争がないだけじゃなくて、みんながそういうところで心豊かに暮らせる、そういう場所が確保されているということではないかという話をされました。 JBC のメンバーでエルサレムにいる女性が金子さんっておっしゃいましたね。その武器輸出三原則を緩和して装備移転三原則にしたときに、それはイスラエルの国が日本の技術を持った武器を持って一番最初にガザのパレスチナの人々を殺すことじゃない、そういう話をされました。そういうところでその平和ってものが何かっていうことをしっかりと考えていかなければいけないのではないかということです。安倍の戦争法制、これが
朝鮮半島の分断というものをより強めていく、平和に向かっていこうとする人々の努力というものを全部ないがしろにしていくという話が韓国からありました。谷山さんがそういう状況をアジアの平和を作っていくためには、例えば日本と韓国と北朝鮮の一人一人が交流をしていくこと、人々の交流がそこに生まれることだ。一人一人が話をしなかったらきっとお互いの理解が進まないし平和も訪れないだろうということをおっしゃいました。これは非常に大事なことだろうというふうに思いました。まだまだいろんなことがいっぱいあったんですが、なかなかまとまっていきません。高田さんの方から今日本の平和運動、戦争法は反対と、みんなが今までのいきさつやそういうものを捨てて、みんなが集まって、そしてきっと高田さんは単に政治の世界が政治だけで物事が決まっていく、単に政治の世界で物事が決まっていくだけではないんだと、安倍は国立競技場を見直すって言った、辺野古をもう一回工事を止めて話し合おうと言った、それは何ででしょう。それはやっぱり私たちが戦争法を反対と、ああいう大きなうねりを作ってる、そのことで、あ、これはやばいぞと、いろんなことをやったら反発を受けて戦争法が通らなくなるぞ、そういうふうにして政治は動いている。そしたら今度は戦争法が通さないような運動をみんなで作っている。若い人の運動もシールズという若い学生たち、学者が1万何千人の日本の学者が反対と言ってます。憲法学者200何十人の憲法学者が反対と言ってる、これは違憲だと言ってる。そしてママさんたちも立ち上がる、そうやって運動を作っていくことが大事だよ。ただ今の安倍の政治というのは基本的に日本会議というそういうメンバーがいっぱい集まる、あの内閣首相補佐官含めて24人いるうち21人が日本会議のメンバーですから、そういう意味で言えばこの日本会議が提唱するナショナリズムというものに対して戦っていかなければいけないんじゃないか、ナショナリズムということに対して私たちはしっかりと目を向けてやっていかなきゃいけないんじゃないか。戦争が終わった時に私たちはアメリカに負けたと思って、僕は子供たちを教えてた時代が昔ありましたけども、その時に子供たちに聞くと戦争あったよね、どこに負けたの、アメリカという言い方をしてですね、それはみんなの中にもアメリカに負けたっていうのがあるんだよ、そういうところから日本が始まっていっているんじゃないかなというふうに思います。そしてそこにアジア蔑視の、アジアを蔑視する私たちの感覚とか感情というのがない、それを乗り越えてこのナショナリズムを乗り越えていくことが大事なんじゃないかという話になりました。いろんな話がいっぱいあったので僕も頭の中はまとまらないので、もう少しまとめてまた皆さんと議論をしていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました、続きまして、沖縄そもそもの歴史からということで、沖縄国防反省事務所会関東ブロック事務局長の木村達彦さん、よろしくお願いします。お疲れ様でした。沖縄の文化会の報告をさせていただきます。じゃあ文化会は琉球新報の記者の荒垣さんと、あと韓国からのチェジュ島でチェジュ島を平和にしたりするために頑張ってらっしゃるホン・ギョンさんを招きして行いました。まず冒頭確認したのは、この戦後70年の中で今辺野古の問題が大きな焦点になっている中で、韓国のチェジュ島の皆さんも5月に行われました平和フォーラム、沖縄平和運動センターが取り組みました 5.15 平和行進に参加されたとのことでした。そして会場にも平和行進に参加された人もいました。私たちが確認したのは、この辺野古の基地を止めるために今日は沖縄の
人々、そして本土の仲間の皆さん、そして韓国の皆さんが力を合わせて、あの辺野古から基地をなくすために、それぞれの立場立場で一応頑張っていきたいということをあの確認しました。あの琉球新報の荒垣さんは、あの皆さんご存知のように、あの本土の琉球新報を潰せっていう暴言に対して、あ、自分たちは何も怖くないと、自分たちはその米軍の軍政下の中で、米軍に対抗する中で、一歩一歩権利を勝ち取ってきて、記事も書いてきたと。さらに、あのご存知の方はいないと思うんですけれども、あの70年代 の、 あの米軍の時短射撃演習闘争、あの女だけにあの米軍が時短ぶち込む、それを阻止するために、あの琉球新報の記者も命がけであの着弾地点に入って、数回にわたって演習を止めてきた戦いがあると。それに比べたら、たかがその暴言ぐらい何とも怖くないと、むしろ逆に物数は増えてると、そういった意味であの自分たちはますます自信を持って、あの僕らの立場で記事を書いていくと、逆に俺となっているのは本当の政府だと、そういったことが冒頭やりました。今なぜ沖縄でその自己決定権という言葉が使われているのかと、まあ、そのことについて、あの沖縄の歴史から遡ってあの報告がありました。あの1879年の琉球新聞によって、それまで沖縄は、まあ、独自の国があって、アメリカ、フランス、オランダと不可侵条約を結んでいたと、そういったことが報告されました。で、今日の中で沖縄の人々があの自己決定権を語るのは、まあ、多分私たち沖縄県民は多分本土の皆さん以上にあのやっぱ平和憲法を意識してきました。私もあの高校生の頃ずっと復帰運動する中で本当に平和憲法が抱えて見えました。それを米軍 の、 あの植民地支配から脱却を求めて、その光り輝く平和憲法のもとに変えるということで、あの復帰運動しましたけれども、まあ、残念ながら今あの立憲主義が否定される中で、本当に憲法も私たちが望んだ憲法とは程遠い憲法状況だと。で、それの中で辺野古の問題も、沖縄の人々が日本の民衆の中でもこれ以上ないくらいの4回の選挙、8割の世論、それで18年間の戦いで反対しているにもかかわらず、日本政府は一個だにすることなく建設を強行すると。本当に沖縄には民衆が適用されないと。で、それの中で過去 の、 その沖縄歴史から遡っていく中で、日本政府による沖縄差別は許さないと。その中で沖縄の人々の未来は私たち沖縄県民が自らにしてもって決定していきたいと。そのために自己決定権という言葉が出てきています。左翼用語でなんか民族自決権じゃないかということがありましたけれども、自決だと先の大戦で の、 日本軍の集団自決というのを、その自決をイメージさせるので、民族自決じゃなくて自己決定権という形で一応表現しておくということもありました。で、今尾中さんが動向を皆さん注目されていますけれども、荒垣記者 の、 一応分析ですと、取り消しをしても裁判闘争になっても厳しい戦いが続くけれども、今アメリカ政府が一番恐れているのは、尾中さんが本当に怒ってアメリカの米空軍の嘉手納基地の撤去、そこを言及するだろうと。そうすればアメリカは本当にびっくりすると。アメリカ本国化すれば、その海兵隊はもともともういなくてもいい部隊だと。それを日本政府がいてくれと。日本政府のおかげでアメリカは、まあ、沖縄に海兵隊を置くと。そのことでもって空軍基地の撤去まで、その沖縄県民が立ち上がったら、まだアメリカはびっくりするだろうと。ですから今後、尾中知事は国連での演説を含めて、さまざまなカードを駆使して沖縄県民の尊厳を守るために、これからも戦うだろうと。そういった皆さんの不安を払拭するような形で の、 力強いご報告がありました。だから韓国からは、あとその沖縄県民の戦いは米軍基地を一歩少しずつ縮小して、もともと沖縄は東アジアの真ん中にありまして、歴史的にも中国、東南アジアとも交流がある島でした。ですから沖縄に東アジア共同体の本部を置いて、沖縄を軸にして沖縄中国、沖縄朝鮮、沖縄アジア、そして沖縄日本、そこがこの東アジアを平和な共同体にしていくと、その中心となるのがその沖縄であるということがありました。私たち沖縄県民の戦いは米軍基地反対だけじゃなくて、広く東アジアに平和を作る、その戦いの最先頭にいるということも一応確認できました。あと韓国から の、 一応方からの報告では、チェジュ島も同じ、沖縄と同じ美しい海があって、まあ、そこが埋め立てられて、米軍基地が作られていると。それに対しては自分たちは地元の人々と一緒に長い戦いを粘り強く、それ諦めることなく戦っていると。で、同じ形で
チェジュ島を守ることは朝鮮半島を守ること、その朝鮮半島を守ることは東アジアの平和を守ることだとおっしゃいました。そしてチェジュ島の海を守ることはその平和を守ることだとおっしゃいました。本当にさっき言いましたその沖縄の戦いとその韓国の戦いは本当に一緒にやって頑張っていけば、そしてそれと本土の皆さんが力を合わせて沖縄、日本、韓国の連帯で頑張れば今の戦争法案を止めて日本が誤った国に進まない戦いをまだまだ私たちは頑張ってやっていけることができるということを一応確信を持つことができました。最後ですけれども福島の問題も出ました。荒垣さんがじゃあマスコミの報道政府として例えば沖縄の問題、福島の問題ってそういった地方の問題としてその書くことがおかしいと、沖縄の問題じゃなくて日本の安全保障の問題だと、福島の問題も福島の問題じゃなくて日本のエネルギーの問題だと、そういった書き方をすることによって多くの人々が地方だけの問題じゃなくてやはり全国民の問題だとして認識することになると、そういった意味ではメディアの在り方についてもやはりその沖縄で頑張っている琉球新報の記者奈良田屋の本当に腹の据わった発言だと思います。やはりメディアの責任も踏まえてますます荒垣さんを含めて、沖縄のメディアも頑張っていくということで荒垣さんも新たな決意をされました。そういった意味で最後に戦う決意という、かっこいい言葉はできませんでしたけれども、絶対に参加者として沖縄と韓国と本土のみんなで力を合わせて協力を止めて戦争法案を止めて、で韓国の基地も止めて平和な東アジアの実現に向けて、みんなでビルビルですけれども、お互いがお互い同士でこれからも力を合わせて仲良くやっていきましょうということをきちっとした確認はできませんでしたけれども、参加者の気持ちはそんな形で一つになれたいい企画だったと思います。以上で終わります。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。続きまして、記憶の継承と教科書、子どもと教科書全国ネット21事務局長の田原義文さん、よろしくお願いします。どうもご苦労様です。田原です。よろしくお願いします。私たちの分科会はちょっと盛りだくさんすぎてですね、会場からの質問やご意見をいただく時間がなくなってしまったというだけではなくて、予定した最後の報告者も3分しか報告時間がないというんですね、そうなってしまって、この分科会に参加させた方大変申し訳ないというふうに思います。この分科会では最初にTBS 系列で昨年7月に放送された報道特集強化されたのは誰が決めるという約25分の DVD のを見ました。で、この DVD の内容が今回の分科会の報告の主要なですね論点を指摘していたというふうに思います。そしてその後私の方から歴史を訳する教科書と2015年中学教科されたというテーマで報告をしました。さらに、吉田紀洋さんが、安倍政権が今さらにやろうとしているこの教科書検定制度の改悪の内容とその狙いについて、報告をしてくれました。安倍政権になって安い場合に検定制度の改悪をされてきました。そして政府見解を必ずかけるという検定制度が作られ、さらには、教育基本法の第2条、安倍政権第1安倍政権が作った教育基本法第2条の教育の目標に掲げられている愛国心をはじめとした側目を教科に関わらずですね、どの教科でも盛り込んでいなければ内容を検討することなく不合格にできるという究極の検閲的な制度を作りました。そういう中で、今採択されようとしている中学校の教科書にはまさに政府見解を盛り込む、特に領土問題などは
線路展開をどの教科書も盛り込むということが行われています。でところがこれだけで満足しないでですね、今さらに改悪をしようとしています。そしてそれは、道徳を強化するという、戦前の修士の復活と言ってもいいようなことが行われているわけですけど、その道徳教科書をいかに作らせるかという道徳教科書の検定基準を定めることと関わって、結局のさらなる改悪が進められているという報告がされました。そして、3つ目には、韓国から、キム・ミンチョルさんが、韓国の歴史は教科書の問題ということで、報告をしていただきました。その90年代以降ですね、韓国の教育教科書をめぐる動き、その中で、韓国で台頭してきた新右翼による、歴史認識に対する攻撃、そして歴史教科書に対する攻撃の流れを系統的に、まとめながら報告をいただき、その上で、最近ですね、出てきた高等学校のこの植民地近代化論を唱える人たちによって作られた教科書の問題が指摘をされ、最後に日本における記憶遺産のユネスコ記憶遺産に登録された、明治維新以降のですね、日本の産業施設についての遺産登録ですが、それについての問題点、そして、これに関して残された日本の私たちの課題についての報告がされました。で最後に本当に時間がなくて3分でやっていただいたんですが、コーディネーターであり報告者だった斉藤和也さんの方から、記憶を継承する日中韓三国の共同歴史教材作成の取り組みについて、本当に、かいつまんで、報告をいただきました。そういうことで会場からの発言も、ほとんどありませんできませんでしたので、議論は報告者の一方的な報告で終わったということになります。そこで、私の持ち時間があと5分ぐらいありますので、少し今の中学教科書の採択の問題について、報告をしておきたいというふうに思います。ご存知のように、この8月末までにということで中学の教科書が採択が行われています。歴史を歪曲する、あるいは日本国憲法を敵視する移行者、自由者の教科書、とりわけ移行者の教科書の採択を巡る動きが非常に厳しい状況になっています。移行者の教科書はもう皆さんもご覧になっているんじゃないかと思いますが、歴史教科書はまさに安倍首相あるいは安倍政権の歴史認識を子どもたちに押し付ける、そういう内容の教科書だというふうに思います。そして、公民の教科書は自民党の憲法草案をそのまま教科書にしたというような内容のものです。一つで言えば安倍政権の宣伝パンフレットを教科書というふうにして、これを子どもたちに押し付ける内容になっていると言っても言い過ぎではありません。その教科書の採択が今行われているわけですが、2011年の時には全国で14の地域で使われていきました。安田さんの報告であったんですが、今地域でと言いました。日本の場合には今年は581の採択地区があって、そこで公立の中学校の教科書を決めることになっています。でこのいう国は世界中どこを探してもほとんどありません。吉田さんが言ってましたが、日本とマレーシアだけです。これは先ほど言いました DVD もそのことを指摘をしていましたけど、教科書を使う教員が自分たちで教科書を選べないという非常に全近代的なシステムで教科書を採択が行われているというのが日本の制度です。でそのことで14の採択地区で採択されていたんですが、私たちはそれぞれの地域の
市民の市民運動の人たちと協力しながら、その事業で全部やめさせるということを狙ってやってきましたけど、残念ながら、昨日現在で横浜や藤沢あるいは東京の武蔵村山などですね、すでに引き継ぎ再稼働するという地区が出ています。さらには残念ながら新たに採択する地域が今現在6つ出てきました。一つは何といっても橋本市長の下で大阪市全域でこの橋を使うことになりました。毎年約1万8000人の歴史教室でいうと1万8000人、そして公民教室も1万8000人の生徒が毎年これを使うということになるわけです。で、特徴的なのは、新たに採択をしたのは、大阪府下が大阪市をはじめとして3つの市、そして愛媛県でも新たに3つの市で採択をするということになっています。非常に偏った地域で公民教室が採択されています。それは人に知事とか、あるいは市長とか、そういう政治的な影響力のもとで、その人たちによって任命された教育委員が現場から上がってくる調査報告や、あるいは選定審議会や採択委員会などの答申を無視して自分たちの思いだけで投票してこれを決めるというやり方で採択が行われます。そういう実態についても私の方からこういうデータを出して、報告をさせていただきました。もう時間がなくなりますので、ここに来た特権でちょっとだけコマーシャルをさせていただきます。この教科書の問題点については、私もこういう10年のカラーのパンフレットを作って、今が16年から17年ぐらい全国で活用されています。お持ちの方も多いかもしれませんが、ぜひですね、これ見ていただきたいというふうに思って、ロビーで販売してますので、10部買っても100円ですので、ぜひお持ち帰りいただきたいというふうに思います。それから、先ほどいろいろ報告がありました。私ども、日本中国韓国3国で、歴史に関する東アジアの平和フォーラムというのをやっていまして、チラシを皆さんの資料の中に入れておきました。今年は沖縄で10月末から11月初めに開催をします。ぜひこれに対しても ご参加やご賛同をお願いしたいというふうに思っています。で、最後のお話なんですけど、つい最近市長をしていただいて、このコーナーで記録していただいて、最後のまとめをやっていただく内海綾子さんとか小森洋一さん、山田健さん、石川康弘さんと私5人で、軍事立国に選ぼうという安倍政権の思想的背景、あるいは安倍政権の、その支持母体など、その政策の背景を分析した本を出しました。これもロビーに置いてますので、後で見ていただければというふうに思います。以上で報告を終わります。どうもありがとうございました。高橋さん、ありがとうございます。もう一つの分科会、加害者の和解を語れるのか、こちらは政治性暴力問題連絡協議会、オール連帯事務局長の坪川博子さん、よろしくお願いします。それでは早速報告させていただきます。皆さんお疲れだと思いますので簡単にしますが、私はちょっと長くなる人なので我慢してください。早速ですが、私たちのテーマは加害者が和解を語れるのか、被害者が求める解決を目指してという題です。なんとなく頑竹のある、テーマでして、なんか回答が、答えが暗示されているように思われませんでしょうか。そして次に私の話を3つにちょっと分けさせていただいて、まずこのテーマの前提条件と、そして次に3人のパネリストの、本当に豪華で魅力あるパネリストのお話の報告、そして最後に、簡単に結論という順序でいきたいと思います。でまずその前提なんですけれども、パク・ユハさんの、和解のためにという本に5人
書いてあるんですね。韓国、日本の間に求められるのが理解と和解であるとすれば、低代表が取った対応は非寛容な正義で正しくなかったと言っています。多分これはアジア女性危機に対する低代表の対応だと思いますが、このように被害者側が寛容をしなくてはいけないという、まあ、強制的な感じがします。そしてさらに、述べているのは日韓、今の文章なんですけども、日韓間の和解のためにはというふうに言ってるんですね。私たちはこれは国と国との和解を、ね、要求しているのでは全くないですね。私たちは被害者との甚大な被害を、与えられた被害者との和解を要求しているということを念頭に置きたいと思います。でさらに、つい最近出ました有識者懇談会の報告です。でこれにもですね、加害者側の真摯な態度の、態度で被害者に償うことは大前提としながらも、被害者側にも、この加害者の気持ちを、寛容な心で受け止めることが重要だと言っています。そして低代表を、反日団体と決めつけて、韓国政府についてはゴールポストを動かすというふうに非難しています。このように、加害者が被害者側に寛容を求める、加害者が一方的に、何か提案して謝罪とか、保証とか提案して、それが被害者に無条件で受け入れてくださいみたいな、そういう暴力的な雰囲気が今醸成されています。でそのような中で今日の提案、加害者が和解を語れるのかというところに行きたいと思います。でまずその3人のパネリストの第1番目、我らがヤン・チンジャさんなんですけれども、彼女は帝国の慰安婦批判について述べられました。でその帝国の批判はもういろんな観点から、批判できます。それはいくつかあるのですが、ヤンさんのレポートにこうサイトが載っていますので、まあ、そこをご覧になってもいいんですが、私も一つだけあまりにも事実を知らないということを感じました。日本政府が法的な責任を取る根拠がないと言ってるんですね。で私たちは全国行動でこういう日本軍に安全関係資料21選というものを作りました。とても公文書ばっかりですので、これをねもう右翼はうんともすんとも言えないような内容が盛り込まれていますので、ぜひ各社にも買ってほしいと思うのですけれども、ヤンさんはご自身が孫信徒さん の裁判を長らく10年間以上支援されてこられた体験上、パク・ユハの批判をされています。でまず、どうしてこのパク・ユハがもてはやされるのかと。でリベラル知識人が帝国の慰安婦を絶賛する理由として2つ挙げています。一つは被害者の一人一人の声に耳を傾け、聞き取ったということ。そしてその2番目は韓国のナショナリズムに向き合ったことの杉田智さんの、絶賛の声だそうですけれども、でこれを挙げています。そしてパクシャンは1番について、こう言っています。強制連行とか性奴隷であるとかというふうな、公的な記憶ですね、そういうもの以外の記憶、つまり例えば日本兵と恋愛をしたとか、日本兵と同志的な関係にあったとか、私は日本兵よりも業者が憎いと、日本よりも業者がお父さんが憎いと、そういうふうな声を全て隠蔽し抑圧し、その結果、慰安婦のその全人格をこうなんていうんですか、否定していると、そういうのは、まあ、それが低代表であるというふうにパクさんは言っています。でそれに対して、
猛烈に矢野様に厳しく批判されました。それはなんとそのパクさんがそういういろんなあのヤンの方の証言をどこから取ってきたかといえば、なんと帝大教が編纂した6巻にもわたる慰安婦の被害者の証言集なんですね。でそこから取ってきておきながら、自分自身が、自分に都合のいい事実だけを選択、著者を選択して利用していると。それに対して帝大教がそういうことをやっているということはもうありえないというふうに批判されていました。さらに、こういうふうに言われています。そしてなぜ今帝大教批判が、こういうふうに台頭しているのかと、まあ、提起されまして、それをアルサイト、ヤング問題を巡る報道を再検証する会というところのサイトから次のような答えを導き出されています。それは今日本政府はアメリカが反対をしないような形でこの問題、ヤング問題を一挙に解決しようという試みがされることは間違いないと。でアジア女性基金を評価するという路線を支持させる上で、帝国のヤングは最も有力な強力な手段になるというふうに解釈しているということなんですね。確かにそういう雰囲気がありそうなので、私たちは大変危惧しています。そしてあのヤンさんは最後にあのソン・シンソさんと の, あの10年間の体験から、そういうあのパクさん、パクユハがいかに被害者に対してきちんと向き合ってこなかったか、つまり船舶が解釈、船舶が理解をしているかということを、アニメーションのこととか、それからジュディース・ハーマンというその、複雑性 PTSD の診断結果というものを、資料にして、つまりこれはあの長期間に被害を受けた人はね、単なる PTSD じゃなくて非常に複雑なものがあるので、それを簡単に船舶にあの解釈して、自分の、議論論理に利用するというのを許せないというふうに、一刀両断に、批判されました。で次に鵜飼さん、鵜飼聡さんですけれども、鵜飼さんのテーマは、若い一つの言葉の歴史についてです。でこれはちょっとあの大変アカデミックで、私の頭がついてきませんので、簡単にあの1行ずつで1から3番、あ、0から3まで1行ずつで報告しますと、はじめにでは2012年に、すみません、2012年にソウルで開かれた東アジア歴史的和解についての国際青年フォーラムの報告です。で今までは政治的和解ではありましたが、ここでは歴史的和解ということがテーマになったと、まあ、その内容はちょっと省きます。それから一番は、和解、その思想の源流、ルーツなんですけれども、これはキリスト教のやユダヤ教のもので、とにかく和解は被害者との和解ではなくて犯罪者と神との和解であるということで、あるそうです。それから2番目は中世キリスト教 の, あの和解 の, そのがどういう作用を及ぼしたか。で3番目は許しと和解との間ということで、許しと和解は全く違うものであると、そういう死刑制度というものをあの材料にしながら伝えました。でいよいよ私たちが必要なのは4番の政治的概念としての和解ということです。で第二次世界大戦後の、世界において世界政治において和解は高度に政治的な概念だったということに自覚的であれと指摘されました。でまず、冷戦期の、冷戦期における真実なき和解についてです。でこれは先ほど宇津木さんのお話にもありましたように、まあ対処戦略のために嘘の、毒物和解があったと、そしてこれが欧州連合体につながったと、そして東アジアではヒロヒトを連載し嘘の和解であるサンフランシスコ条約と安保体制、こういうものが
構築されてしまったと。でそういうものについては本当にそれがどういう、こと影響を及ぼしているかということについては、自覚的でなければならないということです。で次にそのポスト冷戦期の和解ですけれども、これはアフリカの真実和解委員会ということによる和解について、真実と和解といかに和解させるかというふうな、テーマでした。でアフリカの真実和解委員会もマンデラさんもキリスト教であったそうなんですけれども、真実は、聖なる神聖なもので、これは必ず和解の方に導くものだというふうなことで始まったのではありますが、非常に複雑で困難な状態にも陥っているそうなんですね。そして、それは信仰、その和解委員会の信仰と同時にメディアや大学で和解とは一体何なんだということが集中的に議論されたことが一番 の重要なことであるとというふうに言われています。で簡単に言いますと、和解は元の状態に戻すという、回復するとか、そういう定義があるんですけれども、アフリカにはそれは当てはまりませんよね。アパルトヘイトに戻すのかということになってしまいますし、東アジアにおいても同じです。帝国主義に戻すことになってしまいますので、一体これは私たちにとっては和解という定義が朝廷というような言葉がふさわしいのではないかというふうにおっしゃってました。そして、最後ですが、結論としまして、真実和解委員会が大変なアフリカとか、それから中東とかパレスチナとかいろいろ困難な状態に陥っていますけれども、東アジアは今なお真実なき和解ですね、つまり冷戦期の論理を超えられていないということを注目しなくてはいけないと。その理由として3つ挙げられています。1番は歴史修正主義が和解そのものの基盤であるはずの真実を破壊している。これはもう先ほど安倍政権の教科書にあったりいろいろと同じだと思います。それから2番目は和解に和解を強制することは被害者側の共同性を分断すると。これはそうですよね。アジア女性危機がいかに被害者側を分断したかと、そのアジア女性危機の強制が私たちを分断したか、避難者を分担したかということが可能で分かります。そして3番目が、今日韓の和解を強調することは、東アジア内外におけるその政治的使用の、歴史を想起しつつ、それは先ほどのサンフランシスコ大聖などをおっしゃっていると思いますが、あくまでもその政治的に解読されるべきであると、要人しろというふうにおっしゃっていると思います。でここでテーマに関してテーマに関係させて重要な結論としましては、やはり和解の基盤である真実というものが今本当にアルゼンチンによって慰安問題に対してのみならずですが、真実が破壊されている、歴史修正主義が大手を振って歩いているということに対して、私たちはもっと攻撃というんですか、注目しなくてはいけないと思います。でそれでは次ですが、ドイツからいらした歌さんなんですね。でも本当にこれ素晴らしい提案でした。でドイツ国防軍の、買収などについてです。この買収などはもちろん買収部と同様カッコつきなんですけれども、まず歌さんは皆さんが知りたいと思われると思いますので、ドイツ国防軍の買収などについて分かったことは何かと。で一つは、国防軍に買収などがあったということですね。そしてそれは兵士の性病予防ですね、性病の予防のために存在して、それから
強制収容所での、賠償リアルは働く上での士気を高めるということ、そして、これはいいですか。はい、じゃあちょっとその2つ。そして国防部に配属されていた女性はどんな女性だったのかといえば、坪川さん、本当にやばくなってきているので。もともと賠償義務があった人、それからそれに近い人、なんか定まりのない人生を歩んでいる人は、資料も、もしご希望の方がいれば、またご勉強できると思いますので、かなり6時に近くなってきてですね。それでは、あと8分で、もともと10分でお願いしましたが、内海愛子さんにこのまとめとして、5分で、簡単にこの、1日を通しての公表をしていただきたいと思います。ありがとうございます。今日の話を3分なしは5分でまとめろというのは至難の業です。しかしいくつかのキーワードがありました。一つは沖縄の報告の中で、私はやっぱり改めて気づかされたのは、我々はアメリカの軍政下で戦ってきた、だから今の戦いなんかは負けないとおっしゃいました。南朝鮮、韓国ですね。韓国、沖縄は戦後アメリカの軍政下に置かれていた。そのことの痛みを私たちはどこまで共有してたんだろうか。このことは気づかされました。そしてもう一つ、今日の各分科会の報告を横断的な形でまとめるとしたら、現場に立つ。これは何も場所の意味ではありません。被害当事者と共に歩むことも含めた現場です。教育現場、沖縄の現場、そしてそういう中で被害者の痛み、その人たちの思いをどれだけ私たちが運動の中で共有できるのか、こういうことをそれぞれの4人の報告者の話の中から私は感じました。パクユカさんの議論に対するヤンジンジャさんのお話は、多分現場に立っている人からの怒りだったと思います。でその意味で私たちは1960年あの安保闘争に負けた後、いろんな総括がありました。これからは草の根、市民運動が重要だ、そういう形の総括が当時されていたと思います。あれから私たちの運動は今日まで、市民たちがそれぞれ自分の立場で現場に立って運動を作ってきた。これが今の私たちの強みだと思います。ですから安倍政権、安倍さんが何かを提起したときに、現場の戦いから見たときに、そのおかしさ、まやかしが見えてくる、そこが私たちの大きなポイントだと思います。 NGO の非戦ネット、その話も伺いました。まさに最前線の現場にいれば、安倍さんがやろうとしていることがいかに危険なのか、肌身に染みて彼らは感じているわけですね。国内でもそうです。ですからこれからそれぞれの現場を持つ人たちがここにいると思います。その現場の運動を大事に積み上げながら、全体で大きな流れを作っていく。それは今日袖京さんがおっしゃったように、市民運動は国境を越えて連帯する、
そういうことが今できる時代です。ルカさんが1989年90年代になって心の解放をドイツは迎えた。私たちもそうでした。ですから東アジアだけではなくてドイツも含めて私たちは市民運動のネットワークの中で現場から発言していく、現場から今の安倍政権のやっている政策、そしてそうですね、政策でいいですね、政策に対して私たちはきちっとした発言を続けていく、これが今日の東アジアのフォーラムの中で各運動体がそれぞれの言葉で現場から発した力強いメッセージだったと思います。どうぞそれを皆さん一人ずつ受け止めて、全部は関われません、そしたら空中分解します。私はここである、私はこの運動に関わり続ける、関わりきるという、そういう形で皆さんが運動を作っていただければ、また作っていけば安倍政権に対して大きな力になれると思います。今日はどうもありがとうございました。素晴らしい方がありがとうございました。現場からという平和というのは現場から作ってきたということを改めて確認していただきました、この最後の一歩手前になりますが、今日、戦後50年東アジアフォーラム過去現在未来宣言というのを案として出させていただいております、ここで、呼びかけ人の、矢野秀樹さんから、ご紹介読み上げをいただきたいと思います。すみません、今紹介いただきました、実行委員会の矢野でございます。初めにこのアピール宣言ですね、初めから間違っておりまして、戦後70年ですから私日韓国交正常化50年はですね、ずっとやってる関係で50年っていうそのフレーズが頭に入っててですね、間違えてしまいました、戦後70年東アジアフォーラム過去現在未来、宣言の案をですね読み上げて、皆さんにご提供します。戦後70年の 8.15 を私たちは安倍晋三首相の会見クーデターとも言うべき事態の下で迎えようとしています。8月14日に出される安倍談話にどのような文言が記されていようと、安倍首相の目指すものは積極的平和主義、集団的自衛権行使具体化の道です。積極的平和主義とは日米同盟を地方同盟にふさわしい法的同盟に変えていくものです。中国、朝鮮、民主主義、人民共和国を仮想的とし、石油、ウラン等の資源確保などのために集団的自衛権を行使するというものです。そのために今安倍首相は2つの戦争法案、平和安全法制整備法案、国際平和支援法案の成立に躍起となっています。しかしそれは憲法学者、歴代内閣法制局長官、大多数の国民が違憲と認めるものです。安倍政権はそれらの声、批判に耳を貸さず、なお違憲の法案の国会通過を強行しようとしています。立憲主義の否定であり、クーデターと言うべきです。現行憲法はその前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言しています。9条は戦争、武力による威嚇、武力行使を含む放棄と戦力放棄、公正的否認を規定しています。この憲法、これらの条文は我が国が植民地支配と侵略を強行し、アジア諸国の人々に多大な損害と苦痛を与えるとともに、国民を存亡の危機に陥れたことへの痛切な反省から生まれました。日本国憲法は主権者たる国民の政府に対する戒めであり、アジア諸国の人々に対する日本の約束なので、安倍首相は先の大戦への深い反省は表明しています。しかしそれが侵略戦争であったことは明言しません。植民地支配に対する責任にも言及しません。日本国民に対する責任、戦争責任も認めません。南京、中継、シンガポール、マニラ等に行き、虐殺被害者の例に頭を垂れて謝罪することはありません。元日本軍や被害者、強制労働被害者らに謝罪し補償を約束することもありません。沖縄戦空襲被害者らに対しては今も住民論を押し付けています。安倍首相が反省から導き出したものは集団的自衛権行使であり、
体験であり、それによる戦後レジームからの脱却だけです。私たちは戦後70年をこの上の安倍政権のことで迎えることに忸怩たる思いを禁じ得ません。しかし私たちは絶望してはいません。戦争法案反対の声が広がり、安倍政権を揺るがしています。安倍首相は訪問談話、ミャンマー談話に手をつけることはできません。そして私たちは不戦条約を延命とし、平和的戦後生存権を保障し、戦争放棄、戦力保持、公選権否認を規定する日本国憲法を維持しています。また日中間の6つの基本文書が交わされ、それに基づき戦略的互恵関係を構築していくことが確認されています。日韓国交正常化50年は多くの人々の往来と交流に深い相互依存関係を作り出しています。日朝間にも平壌宣言があり、それは今も生きています。日本は ASEAN 諸国の交わした東南アジア友好協力条約に参加しています。東アジアに平和体制を構築していく基盤と展望は確かに存在しているのです。今私たちに問われていることは、日本東アジアの過去、現在、未来を見据え、戦争、武力紛争につながる全てのつながるものを全て解消・攻撃していく努力です。そのために植民地主義を清算しなければなりません。侵略戦争の被害者に対する補償を実現しなければなりません。沖縄の新基地建設を止めなければなりません。日朝国交正常化に向けての交渉を直ちに開始しなければなりません。信頼調整の取り組みを具体化し、分析と東北アジア非核化、共通の安全保障の実現に向けてのプロセスを進めていかなければなりません。東アジアの市民を結び合い、連帯する中でこそ、政府間の緊張、武力紛争の危険性を取り除くことができます。東アジアの平和と未来に向けて、市民の協働と連帯を引き続き強めていきましょう。2015年8月14日、戦後70年、東アジアフォーラム過去現在以来、集会参加者一同、これを安倍に対する高校生命としてですね、参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様、長丁場にわたった今日の一日の集会が、ほぼ終わりかけていますが、最後の一踏ん張りをぜひ皆様と一緒に、したいと思います。1月にありますように、これから、戦時性暴力問題連絡協議会の主催で、今日8月14日は日本慰安メモリアルデー、3回目のメモリアルデーとしての、デモを行いたいと思います。これから、外に出て、多分歩いて20分ぐらいの距離になると思いますが、